それでは定刻を過ぎましたので、始めさせていただきたいと思います。本日は皆様お足元の悪い中、大勢の皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。これより原発事故子ども被災者支援法に基づく施策の早期実現を求める院内集会を始めさせていただきたいと思います。本日司会を務めさせていただきます弁護士の川崎健一郎と申します。よろしくお願いいたします。弁護士の中里香織と申します。よろしくお願いいたします。最初に注意事項なんですけれども、本日撮影メディアが入っております。基本的には前の方を映すという形になりますけれども、前半分ぐらいまではちょっと映り込むということもあるかもしれません。映りたくないという方は後ろ半分にいていただけますようお願いいたします。はい、それでは、よろしいでしょうか。はい、早速ですけれども、本日の開会挨拶を、主催者であります、原発事故子ども被災者ネットワークの事務局を務めております日本弁護士連合会の会長山口健二さんよりお願いしたいと思います。山口さん、よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました日弁連会長の山口でございます。未曾有の実際原発事故からまもなく2年が経とうとしております。この間、被災者の方々、被害者の方々のことを常に思い、決して風化させてはならないというふうに考えておりますけれども、なかなか骨太の復興計画、あるいはさらには今日のテーマである支援法に基づく具体的な施策というものが姿を見せてこないということにも苛立ちを覚えているものの一人でございます。政権交代がございました。私どもも改めて各党の議員の方々、皆様方にお会いするたびに、またさまざまな案件で面談を求めるたびにですね、この震災復興、さらにはこの支援法、日々被害を受けておられる、日々被害が拡大している、不便な生活を今現在も送っておられる、こういった方々のことを考えて、この具体的施策をですね、一日も早く実現してほしいということを訴えているところでございます。個人的なことを申し上げれば、私は新潟県の出身でございまして、毎夏海水浴に行っていた柏崎には原発がございます。中越沖地震の時に黒い煙を吐いて心配をいたしましたが、なんとか無事ではありました。しかし最近になって聞くと、あれも電気系統が3系統あったうち2系統はやられてるんだそうです。残ってる1系統でなんとか持ちこたえというようなことを聞きますと、とても一言とは思えないわけであります。そんな中で新潟県は地震に何回か見舞われて、全国の皆様からいろいろなご支援をいただきました。そんなことから今回も福島県の方々が大変たくさん新潟県の方にも避難をしておられ、その方々ともお話をしました。毎日の不便、あるいは仮設住宅店におけるさまざまな問題、そしてまた福島から通ってきてくれるその夫はいいんだけれども、そこにかかるコスプレを、いろんな理不尽なことについて、また福島に帰りたいけれども子供のことを考えるとという悩みをそれぞれ抱えながら、それぞれの考えの中で苦しみながら生活をしてこられる方々の生な声をお聞きいたしました。そういう生な声をもっともっと浮かさせてはならないという言葉だけではなくて、もっといろんな方々にですね、今後も訴え続けていかなければならない。また国会議員の新たに当選された方にも随分お会いしましたけれども、それぞれの国会議員の先生方にもきちっとご説明をして、一日も早い取り組み進めていただきたい、具体策を早く出してほしい、予算を早くつけて予算を執行してほしいというようなことを訴えているところでございます。それにしましても、このネットワークのつながりの中でそれぞれ意見交換をし、情報収集をし、取りまとめ、そして具体的な施策に結びつけていくということが求められているんだろうと思います。東海会員の海道先生はじめ、一生懸命やってくださった
この支援法でございます。これを具体的な政策の実現に結びつけていくということ、私どもも執行部一同しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、また知恵を出し合い汗をかき合い一生懸命共に頑張ることではありませんか。私は12時からまた会館で重要会議がありますので、失礼をお詫び申し上げるとともにですね、皆様とともに今後ともしっかりとこの問題に取り組んでいくということをお約束して冒頭の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆様こんにちは、サフランの弁護士の大城でございます。私からは、支援法の概要についてご報告をしたいと思います。今パワーポイントの準備をしています。すいません、準備不足で申し訳ないです。この原発事故子ども被災者支援法、昨年の6月に成立をしました。議員立法で、全会一致で成立をしたと。本当にこう被災者のためにこの法律が、生まれたと言っていいと思います。この法律の目的の中で注目するのは、右上のところですね。放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていない、特に低線量被曝についてはそのことを法律の中に明確に書いてあります。その上で法律の目的は右下の部分、被災者の見えないですか？読めません。わかりました、すいません。じゃあ、読めないことを前提で話をしますが、ちょっと電気前の方を消すことはできますか？後ろからそれでもちょっと字が小さいかもしれませんが、ご容赦ください。放射線の影響というのが科学的に十分解明されていない、その中でこの法律は被災者の一人一人の生活、不安の解消及び安定した生活の実現を目的として制定されております。これは経済の復興というのももちろん大事なんですけれど、一人一人の生活をしっかりと支援する、そのための法律であります。このポイント4つあると思います。1つは政府が避難指示をした地域、警戒区域等の強制避難地域ではない地域を支援対象地域とした法律であると思います。でこの支援対象地域というのは8条にあるんですが、その地域における放射線量が政府による避難にかかる指示に行われるべき基準を下回っているか、20ミリシーベルトを下回っているけれど一定の基準以上の地域を支援対象地域とする、そういう法律の構成になっております。で、20ミリシーベルト以下が安全か安全じゃないかということが科学的に十分に解明されていないので、そのことを前提として、支援をする。でその支援の特徴というのがポイントの2つ目です。被爆を避ける権利とそれぞれの選択の尊重、それぞれの選択というのは子供が小さくて放射線が心配だから避難をしようという避難の選択をした方、もしくはいろんな事情で地元に残って生活を続けようと、いずれの選択をした場合にも被爆を避ける、例えば地元に残ればなるべく被爆を避けるような形で食品の問題であったり週末に雇用、そういったことをしっかりと実現できるように支援をする、これがこの法律の大きなポイントになります。3つ目が健康被害の未然防止と医療費減免です。そして4つ目は原発事故の問題は東電に対する損害賠償がありますが、損害賠償よりも幅広い支援がこの法律によってできるというところにあります。法律の19条には損害賠償との調整という項目があります。これは
国が支援を被災者一人一人に対してした後に、本来は東電に損害賠償請求すべきものであれば、国が東電に対して後で請求することができる、そういうような法律の構成になっております。だから損害賠償できるのかどうかということに関わらず、今すぐに必要な支援をこの法律によってすることができる、これはあの法律の4つ目のポイントになります。基本理念としては、先ほどのポイントの2つ目に出てきたところですが、それぞれの選択の尊重というのは、具体的には居住する権利、これはただ単にそこに住んでいていいというわけではなくて、放射線の被曝をなるべく低くするような、そういうことに配慮をしながら居住をする、まさに被曝を避ける。もう一つは避難する権利、これも認めております。でこの避難をした場合に、いつか戻ってきたり、やっぱり家族離れ離れではなくて戻ってくる、その期間についてもこの支援法は定めています。いつ帰還するのか、これもそれぞれが選択をできるということを大前提としています。放射線の影響の心配というのは、結局のところ健康被害になります。でこの健康被害というのは、損害賠償の問題ではなかなか対処しにくいです。具体的に言えば、健康被害という損害が出てから、そこをお金で賠償するというのがあれば、私たちって何をやってるんだろうというふうになってしまいますから、健康被害が出ないようになるべく被曝を避ける、そのために必要な支援もするし、ここにありますように定期的な健康診断、子どもについては障害健康診断で、それに伴う医療費の減免、これはあの健康診断だけではありませんけれど、医療費の減免も必要な措置を行うというのがこの支援法に定められています。この支援法、昨年6月に成立をしましたが、基本方針の策定予算というところについては、実は6月に成立して以降、具体的には進んでおりません。この想定されるタイムスケジュールも、結局今年度の3月末までにどこまでできるのかというところが示すしかないという状況ですので、その先に何があるかというよりも、本当に今できることをすぐにやっていくということが大事だと思います。その中で、特にまずやらなければいけないのは、この支援法に書かれている支援を実施するためには、基本方針を策定しなければなりません。これは当初10月ぐらいにできるというふうに言われていたんですが、解散総選挙もあり、いまだに基本方針ができていない状態です。この基本方針の中では、支援の対象はどうするのか、先ほどの支援対象地域というのが具体的にどこになるのかという問題と、どのような支援を行っていくのか、そこに被災者のニーズに本当に合った支援をしていくということが、この基本方針に盛り込まれる必要があります。この中で、特に法律の5条3項には、基本方針を策定するときには、政府はあらかじめその内容に原発事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者の意見を反映させるために必要な措置を取る。まさに被災者のニーズ、声をしっかりと取るということが法律そのものに書かれています。そういう意味では、今日この場でですね、ぜひ本当に今の状況がどうなっていて、どういう支援が必要なのか、その声をしっかりと届けるとともに、一日も早くですね、この基本方針が策定される必要があると思っております。私からは法律の概要の説明は以上になります。ありがとうございます。申し上げます。ありがとうございました。続きまして、市民会議憲章及び日弁連意見書をベースとして、基本方針への要望に関して、サフランのメンバーでもあり、日弁連 PT チーム委員でもある福田健二弁護士よりお願いいたします。ご紹介になりました弁護士の福田でございます。私からはですね、今大城弁護士の方から説明のあったこの支援法に基づく基本方針について、何が盛り込められるべきかという点について、簡単に私の提言をですね、説明させていただきたいと思います。この基本方針というものには、この3つの事項が記載されるというふうに法律の5条に規定されております。
この、施策に推進に関する基本的方向、そして支援対象地域、誰が、この支援を受けることができるのか、そして具体的な支援策、この3点であります。これまでですね、この基本方針に何が盛り込まれるべきかということについて、多くの提案がなされてきました。で、本日私がご紹介するのは、そのうちの2つ、1つは、日本弁護士連合会が、発表しましたこの基本方針に関する意見、もう1つはこの法律の制定に向けて活動してきた、市民団体で作っている、原発事故子ども被災者、支援法市民会議というものでございますが、そちらの方でまとめた、提言、この2つに基づいて本日はお話しさせていただきたいと思っています。ただこの基本方針に対する提言を行っているのはこの2団体に限らず、さまざまなですね、弁護士会あるいは、避難者の、当事者、被災者の当事者団体、支援団体から、提言が出ております。で、こうした中からですね、時間限られておりますので、共通の要望として出ている、そして重要なものをですね、本日は、4つのテーマに絞って、お話しさせていただきたいと思います。まずは、支援対象地域です。この支援対象地域に住んでいらっしゃる方、あるいは住んでいらっしゃった方が、今回この法律の下で支援の対象になります。したがってこの支援対象地域をどこにするかというのが、まずは最初の大きな山場、重要なポイントになるわけです。そしてまず支援対象地域について、まずは福島県については、福島県全県を対象にしていただきたい。これまで福島県内には、さまざまな損引きがなされ、それによって悲しいこう精神的な負担、あるいは分断というのが生じてきました。そのようなことを繰り返さないためにも、福島県については、まずは全県を対象にしてください。これはこの法律の発議者である森雅子参議院議員も、この法律の国会における審議の過程で提案されていたことであります。申し訳ありません。そして、福島県外については、追加被爆線量、年間1ミリシーベルトを超える、地域、こういった地域を含む市町村について、支援対象地域にしていただきたいと考えております。これもこれまでさまざまな団体から出されている、提案の中で等しく述べられているんです。大体どのくらいの場所なのかというのを、このピンクの図で、こう簡単にご覧いただければと思います。年間1ミリシーベルトという数字は、今の日本の法制度が定める、公衆の被爆、追加被爆限度であり、先ほどの図で示したのは、今、除染の対象となっている地域のうちですが、こういった中でも、すべて年間1ミリシーベルト、これを超える放射線については避けることが合理的であるという前提で、さまざまな法制度が組み立てられております。したがって、この年間1ミリシーベルトを基準に、支援対象地域を決める、これが最も合理的だろうと考えています。ただ、2つ、問題点が生じます。1つは、地域指定された市町村以外に住んでいらっしゃった、あるいは住んでいらっしゃる方についても、これはその地域が特別にホットスポットである、あるいはその方の活動状況から多くの、被爆が予想される場合がございます。この支援対象地域の外にいらっしゃっても、個々人についてこの1ミリシーベルトを超える可能性がある場合には、これは個別に支援の対象となる仕組みを作っていただきたいと思います。もう一つは最近話題になっておりますその初期の内部被爆の影響でございます。1ミリシーベルトというふうに今申しましても、今残っておるのは主に放射性セシウムの影響ですが、事故直後にはですね、要素、放射性要素の結果とが流れてきた結果として多くの方が、内部被曝をされていらっしゃいます。で、この影響は今のなかなか外部線量から測りきれないものがあります。この点についても、配慮して定める必要があると思います。2つ目のテーマとして、これ以降具体的な支援策について、申し上げたいと思います。支援策のまず第一は、避難者向けの住宅支援の問題です。これまで避難者向けには、災害救助法に基づく民間借り上げ住宅が、提供されてきました。大変遺憾なことに、昨年12月28日をもって、この、民間借り上げ住宅の提供は新規を受け入れを中止すると、もう終了するということを福島県が決めてしまいました。これによって今後避難される方というのは住居を確保するということが極めて困難になっています。福島県によれば新規の避難者が少なくなっているからいいんだと、
ところが、その福島県のカウントによれば、昨年6月にはですね、141世帯328名の方が、新たにこの、民間借り上げ住宅の制度を、新たに使われていらっしゃいます。本当に減っていると、この人数は言えるのでしょうか。さらに、福島市が行った、放射能に関する意識調査という調査があります。これは、これも昨年の5月に行われた調査ですが、この結果によれば、これできれば避難したいと考えているかどうかということに対する回答ですが、これを見ていただくとですね、小学生以下のお子さんをお持ちの世帯のうち、半分を超える方々が今もできれば避難したいと考えているという調査結果です。今避難していないということと、避難したくないということは違うということを、くれぐれも私たちは肝に銘じなくちゃいけない。したがって、ひとまずはこの災害救助法に基づく新規受け入れを、当面の間継続していただくと同時に、この支援法に基づいて、途切れのない住居の確保のための支援、これを実現していただきたいと思っております。以後、駆け足になります。3番目のテーマとして、移動交通費の問題があります。特に、今、家族のですね、中でお母さんと子供さんだけが避難されて、お父さんは例えば福島に残っているという方々大勢いらっしゃいます。週末のたびに、子供に会うためにさまざまな形で交通費がかかる。ところが昨年のですね、3月末をもって高速道路の無料化の措置が打ち切られてしまっております。ぜひですね、この二重生活を支えるために、子供がですね、きちんとお父さんお母さんに会えるための交通費、これを支援していただきたい。4つ目のテーマは健康診断です。健康診断、今福島県が行っている福島県の県民健康管理調査についてもさまざま申し上げたいことはありますが、ここでは県外でも健康診断を行ってほしいということに絞ってお話しさせていただきたいと思います。放射性物質は決して福島県の県境で止まったわけではありません。福島県外でも多くの被曝をされていらっしゃいます。ところが現在はあくまで原発事故が起こった当時に県内にいらっしゃった方だけを対象に、今健康管理調査、健康診断を行っています。ぜひ福島県外についてもですね、健康診断を定期的に実施してほしいと強く思っています。最後に、この法律、実はいいこと、とてもいいことが書いてあります。下に5条の3項というものを掲げさせていただきましたが、この国は基本方針を策定するにあたっては、住民の方、あるいは避難者の方の意見を反映させるために必要な措置を取る、このように法律に明言されて、明確に書かれています。残念ながら今のところ、復興庁のウェブサイトを見てもですね、どこに意見を、送っていいかすらよくわかりません。意見をですね、ぜひお話ししに行きたいというふうに申し入れた、被災者団体の方がですね、復興庁の方から、とにかく送ってくれと、会う必要はないと言われたという話も、先ほど聞きました。ぜひですね、皆さん復興庁の方には、意見を受け付けの窓口を明確にしていただくとともに、被災者の方々、避難者の方々からの声を直接、聞く機会をきちんと設けていただきたいと思っております。私からは以上です。皆さんありがとうございました。実はここに今多数の国会議員の方を駆けつけてきていただいているんですが、12時からの会議に出席しなくてはならないという方々が何人かいらっしゃいまして、先にですね、そういった先生方からお話を一言ずついただければと思います。民主党参議院議員の田代香織さん、よろしくお願いいたします。前で言うとよろしいですか。はい、先生。こんにちは。ネットワークの皆さん、大変お疲れ様です。民主党参議院議員の田代香織と申します。よろしくお願いいたします。全国比例なんですが、栃木県の出身で、栃木県連にも出席をさせていただいておりますが、栃木県の北部、やはり那須などですね、日光も含めて、福島と同じような状態がのところがかなり多くございます。しかし、もちろん福島一番大切な大変なんですが、そういう県の境を越えてですね、しっかり運用できるようなそういう支援法にしていかなければならないということは、私も地元との関係で実感をしております。それともう一つ、昨日ある方、夏休みや冬休みに県外、福島県外にですね、子どもの方移住をさせてしてもらうというようなことを具体的に活動されている方、私の事務所にお話を聞きました。6歳の女の子、所長が始まった、
放射性被爆の一つの症例としてそれはあるものであって、すでに影響が出ているのではないか、まあ、国に言うとおそらく特別の問題ですというふうになるんでしょうけども、明らかにこれは異常ではないかというふうに思いますし、そもそもその地元でそういうことを言い始めると風評だからどうのということで黙っていろというようなそういう風潮もあってですね、物が入れないような状況も作られる、早くこの支援法をですね具体的に運用できるようなそういう法律にしていかないと手遅れになる、子どもたちがそういう状況では日本の未来はない、島の未来はないということで、皆様と共にしっかりとこの法律を被災者の方の立場に立ったしっかりとした法律に作り上げていくために共に頑張っていきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、日本維新の会衆議院議員の椎木保さんはよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、衆議院議員の椎木保でございます。よろしくお願いします。私は千葉県の13区の方からこの度立候補させていただきまして、その際選挙期間中にアンケートの提出をいただきまして、それが一つの機会制になりました。私は過去に小学校、中学校、高校で教師をしてまして、その後行政で調べたと言われる間に勤務してましたのですから、特にその子どもたちに対するその不安の解消といいますか、安心、安全をどのように担保するか、そういう一点で特性というものもまた伺わせていただきまして、このアンケートを私のこう本当に実感したのが、本当にこういう皆様の思いを早く国で特性でスピードアップしなければいけないと、そういうふうに少しずつ私も理解しました。本当に言ってることでありますけど、自分の家ではこれからもしっかり勉強しまして、皆さんのために本当に勉強させていただきたいと思います。私は最後の18年間、当事者、市役所を退職しましたけれども、やはりその18年間、行政で仕事をしてまして、少しずつ感じましたのが、やはりその出会いとかそういうものはないと思います。行政の仕事、国政の仕事はやはりスピードが大事だと思います。という意味では、この支援法をより加速させて、充実させて、本当に今、私の方からお話しありましたけれども、そういうやはり声をですね、結果にして、スピードアップして進めていただきたいと思います。本当に新人議員ですので、本当に魅力だとは思いますが、私は本当に全身全霊、全力投球というのが始まりですので、本当に先ほどそこで力は、内閣とは思うんですけれども、本当に気持ちを張って、もう、ご協力いただきますので、本当に皆様に一生懸命、国政で仕事をさせていただく、今日のこの思いをきちっと、無事に決めて、取り組ませていただくことだけは、ここで、きちっとお約束させていただきます。本日は、本当にお願いいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一方、社会民主党の福島みさおさん、参議院議員、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、社民党の福島みずほです。私はもう少し当事者の皆さんの声も聞くようにずっとおりますが、ここで挨拶をさせていただきます。この子ども被災者支援法は福島と福島以外の子どもたちを両方、子どもだけではありませんが、やっぱりしっかり念頭に置いて両方応援しようと、それから避難の権利も国会答弁で避難の権利というのを確認しましたが、避難の権利とそれからとどまる人たちの両方の支援、さっき選択ということがありましたが、いろんな形で超党派で本当に作り上げた法律で、ここにいらっしゃる皆さん、あるいは他の全ての皆さんたちの本当に力でできたというふうに思っています。これがなかなか実効性をどう持たせるかということで、今日こういう集会開いていただいて、また議員連盟もできますので、超党派でまた社民党としても個人としてもしっかり取り組んでいきたいと思っています。何点か取り組んでいることをちょっとだけ聞いてください。福島の子どもたちの健康診断についてはすごく不満や意見があるので、まずそれをやると。それから2つ目は、福
福島以外の子どもたちの健康診断で統括地方の子どもたちや、まあ、茨城県やいろんなあの子どもたちについての健康診断についてあのついての行政交渉を今5回ほど繰り返しています。これは例えばあの統括地方などでですねあの子どもたちの乳児健診や学校健診の時に付加してぜひ健康診断やってくれと、それで問題があったらもう一回あの専門家に行くようにすると、個人的に今まだあの心配な人は個人的に病院に行ってるだけですからそうしてほしいと。でこの間あの取り手の心臓病の結果について小1中1でやってる結果についての、まあ、行政交渉をやりました。これは文科省と環境省と復興庁に頼んでいるんですが、全国、まあ、あのとりわけのホットスポットやあの関東がそうなんですが、あの子どもたちの健康診断についての情報開示をした上で、それやっぱり分析検証をしてほしいと。子どもの健康、命を未来に向かって守るために今やってくれっていうようなことを一生懸命あの交渉をしています。また保養についての支援などもあの取り組んでおります。ただあの、であの交通費についてのあの要請も大変あったわけですが、これがまだあの打ち切られて高速道路などもあの実現をしておりません。少しいい線まで国土交通大臣前大臣は行ったんですが、あのこれについてもまた実現できるよう頑張ってまいります。結論があれば超党派でしっかりこれを実行を荒らせるようにすることと、いい基本計画を作る、で基本計画の実施を待つあの作る、基本計画ができる前の段階で今やってる健康診断、健康調査、情報開示も含めて成果が早く出るように交通費も含めしっかり頑張っていきたいというふうに思っております。私たちも本当に国会の中で頑張りますので、ぜひ、ネットワークを組んで一緒に頑張ってまいりましょう。私も本当に頑張ってまいります。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではあの第2部に入っていきたいんですが、実はですね、あの進行からあのちょっとお願いなんですが、実はですね、あの本日の資料180部用意したんですが、すべてはけてしまいまして、今の日弁連の本部で増刷をかけておりますが、あのもしですね、あのお手元の資料をお取りの弁護士の方がおられたら一旦お戻しいただいてですね、あのそれ以外の市民の方に優先で回していただいて、後ほどあの弁護士の方には責任を持ってですね、弁護士会の方でまた資料をお届けしたいと思いますので、あの一旦あのお戻しいただけますようお願いいたします。ご協力お願いいたします。に進みたいと思います。ここより、当事者の声ということで避難されている方、あの福島や被災地に避難を知らせておられる方、順々にですねご紹介していきたいと思います。まずお一人目です。富岡子ども未来ネットワークの市村隆さん、いらっしゃいますでしょうか。前にお進みください。市村さんは、まあ、あの福島県の富岡からですね、まあ、避難ということで生活をされております。よろしくお願いいたします。ご紹介されました、私は福島県双葉郡富岡町周辺の東京に避難しております市村と申します。私自体はですね、富岡町の仲間とですね富岡子ども未来ネットワークという団体を今、約1年になろうとしています。町の町民たち、もちろん含めなんですが、全ての都道府県47都道府県すべて絡めているというのが実態の現状です。現在もなお富岡町は警戒区域のままという形になります。その中でですね、今現在とって、一時帰宅というものがあります。一時帰宅というのは今回で第5回はありました。約家の中に入れる時間は約2時間かけるんで20時間です。1日分も家に入っていません。でその中でですね、子どもたち15歳未満の子は家に入ることもできず、2年という数字が妥当としてがあります。今回のこの理念法の中の話で、あのちょっと先ほど話聞いてたんですが、あのちょっと私たちの富岡市というのは本当に、まあ、こういう言い方は変ですが震源に近い、私の家も、第一原子力発電所から約8キロ圏内というところにおりましてですね、あの事故の時も、まあ、変な話が近くにいたというふうな子どもたちを連れていたという現実がまずあります。でこの中でですね、まあ、今日何を話せばいいのかちょっとあんまり打ち合わせもしないでいただいたんですけども、あの私としてはですね、この理念法の中でいう一番ポイントになるのは被災者の声をちゃんと聞くんだという話をよく聞いて、では実際にどういう声を聞けばいいのか、
という話が僕はすごく気になるところです。なぜならばですね、大変今2年経っている間にですね、みんなが声を出すのをすごくためらってきていることがあります。これはなぜためらってくるのかなって自分たちが考えて、でこれはですね、なんでこういうことを言いますかと、私たちの事業の中でタウンミーティング事業というのを全国で開いております。今現在では第6回開いています。宇都宮でもやりました、横浜でもやりました、もちろんいわき、郡山でも、長岡でもやります。今度東京の飯田橋で2月11日に、やります。その中で聞かれる言葉の中でどうしても言われる言葉が、なんで分かってもらえねえんだろうなっていう言葉がすごく出てきます。これが何が分かってもらえないのかなっていう具体的な話はちょっと個人の問題まで避けたいと思うんですけども、本当に正しく理解していただけない、なんでこんなに苦しいんだろうって思って2年が経つ。でその2年が経つ間に何が起きるかというと、言ってもしょうがないんじゃないかという思いにだんだん変わってきているのが、自分たちも事業としてやっている中ですごく感じています。でこのままではですね、多分何も言葉が出ない。でも私たちのタウンミーティング事業というのは富岡町の町民だけで基本肯定されて運営をしています。約4時間ぐらい話をする。それでも話したらないってずっと話してるんですけども、その中で出てくる僕が感じるのは、みんな実は諦めてないんですよね。諦めてないんだけど伝わらないから言いづらくなってくるというこの問題、それをどうやって解消したいのかって僕も未だにわからないんですけども、ただ話をしている中でみんなで話し合うこと、これは何が被害だとかそういうことではなくて、自分たちは今どこで何をして、なんでここにいるのっていうことを一つ一つ考えなきゃいけないんです。先ほど言いましたように、家にも入れない、現在その知らない土地で、避難をしています。ただもう知らないと言いましても2年も経ちますからね、そうも言ってられなくてよく分かってくる街になってきたりする問題もあったりして、じゃあ福島県何なんだろうねって疑問が生じてくるわけですね。でその中でみんなで考えている中を、これをどうやってうまく伝えたらいいのかなって僕らも正直って分かりません。で今後私たちは2月の11日で1周年になるんですけども、今度2月16日にビッグパレットの方で僕たちは1周年記念事業をやろうとしています。その中でですね、先日復興大臣の根本大臣と、支配大臣の方に、書簡を届けに行きました。ぜひ福島に来て私たちの話を聞いていただきたいというお願いをしています。ただまだ回答はいただいていません。ぜひともですね、皆さん僕たちの仲間のうちの方に一切来ていただいて、みんなで話し合いをしてもらいたいと思います。これで話を聞いていただいて、実際に復興というものを何なのか一緒に考えていただきたい。私らは何が復興かよく分かってません。そういうのがすごく辛い状態があると思っています。本当に止めどもない話ではあるんですが、実際話を聞くという行為の中ではそこら辺から今回の法案にどんどん積み上げていってほしいと思っております。最後になりますけど、富岡子ども未来ネットワークのフェイスブックがあります。その中には、被災者の声という形で日々生の声をアップしております。実際の生の声です。それをぜひ今度見ていただいて、どういう思いがあるのかなというふうに感じていただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。引き続きまして、福島市在住で子ども福島のメンバーでもいらっしゃいます吉野博之さん、よろしくお願いいたします。皆様ご自身は、ご家族は、避難をされているという立場からのご発言となります。よろしくお願いいたします。福島市から参りまして吉野と申します。家族はですね、3月の20日に避難させることができました。ただたくさんの子どもたちが残っているということで、私は残って何かできることを考えております。ですから、被災者の住所でもあり、支援者でもあり、また避難させている人たちもあり、ということで避難者でもあり、大事にするのが思うことだと思います。最初に皆さんにお聞きしたいのは、よく子どもは将来の宝です、だから守っていきましょうということをお話しあるんですが、子どもっていうのは未来でしょ。実は未来じゃない、現在の一緒に私たちと生きている仲間なんですね。その現在を今守らないと未来はないということで、私たち当事者としては非常に不安に感じているところです。なぜかと言いますと、お手元にちょっと部数が足りなくなってしまっているかもしれないですが、日本学士が調べた1年目と2年目の外部被曝の調査で、40% 以上の子どもたちで外部被曝量が上がっている、1.5 ミリ以上増えている子どもが46人、
また県の農業試験場のところで測った切り干し大根が干す場所によって干す温度が違います。結論を申しますと、陰岩の地面近くが一番ほこりがついて3000ベクレルオーバーになります。そういったところを歩いているのは子どもであり、ベビーカーの中にすやすや眠って押されている赤ちゃんです。ですから外部被曝、内部被曝ともに上がっていく危険性というのはまだまだあります。で、私たち子どもたちを放射能から守る福島ネットワークのホームページを見ていただきますと、最新の機械を導入した測定結果、これは歩行モニタリングです。車でもないし、航空機でもありません。私たち生活者は歩きながら生活していますから、非常にいい機械をこの度仕入れることができまして、歩行モニタリングの結果を皆さんに公表しています。これを見ていただきますと、環境省の助成レベルの 0.23 を下回っているところはほとんどありません。ということは、現在も一生懸命助成作業をされています。なかなか進んでいません。そういった環境に子どもたちは相変わらず置かれているということが事実です。先日、国連の人権理事会、健康に関する特別報告者のアナ・ブルフーマーさんが福島を訪ねていらっしゃいました。私たちはその機会を本拠地に回っていただきました。モニタリングの結果、モニタリングポストから5メートル離れる、10メートル離れると、数値が倍になるということが、数箇所発見されました。私たちはこれからも精力的に当たっていくんですが、モニタリングそのものへの郵便の参加ということが大事ですね。それは、これからの支援法の支援対象地域を考える点も参考になると思います。その点が1点、また私たちは被爆しない権利を求めて、この支援法を具体的なものにしていこうというふうに考えていますが、この被爆量の個人レベルでの管理、これは私たち自身の問題ですから、個人できちんと管理できる体制を作っていきます。女性についても、きちんと自治的な女性をしてほしい。私たちの事務所は渡りにありますが、やはり植木に水をやるかのような高圧線量で、この水は取れない。土を一生懸命取ってください。雪が降るかのようにも非常に作業員の方がご苦労していただいていると思います。本当に感謝の言葉もないんですが、その除染だけで本当に取り切れるのか。除染をするということは汚れている状況があるわけですから、その間に小さな家族を持っている、小さな子供を持っている家族たちが、自治的な例えば避難というものを求めていくのでは確かない。ただ私たちがやっているのは在住している子どもたちの支援ですので、子どもたちのために何ができるかということを考えています。今保育園では私がこの間、保育園の遠足のバスを支援したんですが、1年8ヶ月1回も散歩に出してないというふうに園長先生がおっしゃっていました。コスモスの名前を知らない園児で、それに危機感を覚えて米沢まで、これは日帰りなんですが、バスを出しました。そうすると子どもたちは泣く泣く大存分遊んで、帰りのバスの中でもテンションが上がって大変だったということがありました。このように被爆を避けるために外遊びを控えているという状況です。これは感覚的な育ち、運動能力も落ちています。また肥満の子どもたちが多くなっているということもあります。これは子どもの成人病という誘発病になっているのではないかという不安があります。で、また精神的な発達にこれがどういう影響を及ぼしていくのか、保護者たちは本当に不安の中にいます。不安を少しでも和らげるためには、やはり外遊びの機会を作っていただければいいと。今盛んに屋内遊び場の整備が進んでいますが、実際見てみますと、これは幼児向けの施設ですね。トランポリンがあったり、小学校の高学年の子どもたちにとっても使えない施設、また大型バスをチャーターして連れていく、土日は送っていけるお母さんであれば OK、というふうに、やはり屋内遊び場の整備は大変かかることではあるんですが、それだけでは解決できない問題を外遊びの機会の確保ということでやっていきたい。それが雇用プログラムです。幸いのことに全国、北海道から沖縄までたくさんの民間団体の方々が、私たちのネットワークを通じたものだけでも、この夏は200人以上紹介しています。おそらく5000人規模での紹介ができていると思いますが、それも、全員あってのできているんです。また、インターネット環境にない方、忙しくて見られない方、抽選で外れる方、機会均等という面でも問題があります。民間団体ですから財政的な、問題、あと人材的な問題、あとノウハウの蓄積の問題、さまざまな問題があります。例えば、研修制度を盛り込むとか、私たちは受け入れに関する全国ネットワークを作って、そういった作業を少しずつ始めていますが、なかなか力が足りないところです。この機会均等を求めていくために、学校のクラス単位で担
担任の先生と一緒に同級生、いつも遊び学んでいる安心できる同級生と一緒に移動教室という形で県内の非汚染地域の空き教室を借りて子どもたちを出していくという活動をぜひやっていきたいということで、さまざまな自治体の、教育長です。そう、教育長さんです。校長先生にお話をさせていただいているということです。ただ、これも自治体の資金の持ち出しになってしまっています。そのための予算立て、また制度的なものを支援法の中に入れていただきたいというのがあります。またこういった作業をする上で、やはりコーディネーター的な人材が必要です。これが県内にも、また被災地以外で支援してくださっている方々の間にも必要です。これをネットワークで結んでいくことで、民間同士が力を尽くしていくことができる。それを政治家の皆さんにもサポートいただきたいというのがあります。被災地に寄り添った政治をしていただきたい。なぜかと言いますと、子どもたちの健やかな成長発達のためにできうる限り最大限の努力をするというのが子どもの権利条約の本質です。これは大人に課されている義務を言っているわけですね。ここには子どもの参加ということがありますが、まさか、占領のモニタリングに子どもに参加してもらうことはできません。ぜひ屋外遊びという子どもに資する内容で子どもに参加していただきたい。それをぜひ支援していただきたい。この子ども戦車支援法にはそれができる能力がたくさん散りばめられています。これは国会議員の皆様方の本当に思いあふれる行動から導き出された結果です。私たち市民も協力をしていませんので、ぜひ力を貸していただきたいと思います。ありがとうございます。吉田さん、ありがとうございました。それでは避難者の立場から、東日本大震災市民支援ネットワーク札幌結び直し篠田子さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。福島県伊達市から札幌市に自主避難をしております篠田子と申します。12月28日県外への実情の新規避難の打ち切りに際し、私はたくさんの電話を受け、福島からたくさんの電話を受けました。12月28日仕事が終わる5時ですね、受け入れをしてくれる、その申し込み先が閉まる5時寸前まで、私は福島さんにお母さんの相談を受けていました。避難は怖いんです。誰も知らないところに大切な家族を置いて、それでも子供の命を守りたい。駆け込みで避難を決めた方たちがいます。北海道だけでそのわずかな期間のうちに20数件です。そのうちの20件近くを私が住んでいる団地で受け入れることになっています。本当に避難の需要はないのでしょうか。泣きながら電話を受けます。避難したいんだ、でもできないんだ、家族に迷惑がかかるかもしれない、どうやって生活していけばいいかわからない、その声を聞くたびに私はとても切なくなります。子ども被災者支援法は避難の権利を明確に謳ってくれています。でもそのことを知っている福島の人がどれだけいるでしょう。支援法自体を知らない人もたくさんいるんです。そんな法律があったんだ。ましてやつい先日私の住む団地に避難を決めたお母さんに言われました。他の県が、他の都道府県が避難者を受け入れていることを私は知らなかったんです。無用に出て初めてそのことを知ったんです。そう言われた時の本当にショックを今でも覚えています。私たちは福島に入って避難と無用の相談会をやっています。でも本当にここに来てくださるお母さんたちはわずかなの、その相談会のあることすら
な人を残してくること、福島を裏切ること、そういう後ろめたさが避難者には好きになっています。分断される必要はないんです。福島を捨てることではない。避難した人も福島を思ってる、福島に残ってる人も避難した友人を思ってくれてる。だけどその状況が見えないんです。この状況を私は何とかしたい。もっとはっきりと国も福島県も避難は権利だということを言ってほしいんです。福島で頑張ること、避難をすること、それが等しく重要な権利であることをもっと大きな声で言ってほしいんです。私たちは裏切り者になってしまう、そういう思いの中で避難の言葉も健康に関する不安も声に出すことができないお母さんたちがたくさんいます。福島から避難したら万が一子供に健康被害が出たとき見てもらえないかもしれない、保証もしてもらえないかもしれない、それを恐れているお母さんたちもたくさんいます。避難の権利は避難しやすい状況を作るという責務を負っていると思います。そのために皆さんの力が必要なんです。福島に残ること、避難すること、そのどちらもきちんと後押しをしてほしいんです。たくさんの人たちが健康に不安を覚えています。どこに行っても等しく同じ健康診断を受けられるように、どこにいても福島県民としてきちんと尊重されるように、支援法は私たちの希望です。どうか実行ある素晴らしい法律に私たちの声を聞いて作り上げてください。よろしくお願いします。福島在住者の声として福島県弁護士会の牧博康弁護士にご登壇いただく予定でしたが、あいにくお怪我のためメッセージをお預かりしております。司会の川崎の方から代読させていただきます。では私の方で代読させていただきます。1月22日院内集会に向けてのメッセージ。弁護士牧博康、弁護士の牧と申します。福島県弁護士会の子ども被災者支援法プロジェクトチームの委員長を務めております。今回福島県弁護士会の代表という立場と福島市で子育てをしている被害当事者としての立場から皆様にお話をさせていただく予定でおりました。ところが先日右足を骨折し入院の身となってしまったため本日登壇することが叶わなくなってしまいました。ちなみに怪我については保護者のからのリフレッシュのための制度を使って子供やその友達をスキーに連れて行った際のものなので、ある意味原発事故の間接被害と言えなくなるんです。冗談はさておき、代わりに主催者側へメッセージを託させていただきますのでお聞きいただきたいと思います。まずは福島県弁護士会の立場としてのお話です。子ども被災者支援法が成立した頃は震災から1年以上が経過するも東電に対する損害賠償請求の成果が出ないジレンマに弁護士全体が直面している頃でした。そんな時に私はこの子ども被災者支援法に出会いました。福島市で弁護士をやっていると週末に高速料金を払ってガソリンを焚いて避難しているけれど費用は出ないのかとか、水道水を子供に飲ませるのが心配だからミネラルウォーターを買っているけど東電に請求できないのかというような質問をよく受けます。
本来事故がなければ必要のない負担を福島の親たちは負わされています。東電は直接請求では出しません。金額が高額ではないため ADR や訴訟にするほどでもなく、福島市民は泣き寝入りをしています。こんな損害賠償の狭間をこの子ども被災者支援法が埋めてくれるのではないか、極めて有効な救済手段となるのではないかと感じました。そんな思いもあり、弁護士会で立ち上げた専門のプロジェクトチームの委員長に就任させていただきました。まずは概算要求も迫っていたことから弁護士会員に限定して子ども被災者支援法の具体的施策に関するアンケートを取りました。弁護士限定ではありますが、震災後県内の避難所や仮設住宅を駆けずり回って原発事故被害者の声を聞いてきた、生で聞いてきた弁護士ばかりですし、若い会員も多く、実際に子育てをしている弁護士も多いことから上がってきた具体的施策のアイデアは非常に有意義なものでした。この結果をもとに作成したのが本日の配布資料となっている平成24年10月13日付の基調報告書です。基調報告書には支援対象地域や支援対象住民の範囲、基本方針に盛り込む具体的施策についても幅広にたくさん盛り込んでありますので、ぜひご覧ください。また現在我が弁護士会では子ども被災者支援法に関する定期総会決議案と具体的施策に関する意見書案をそれぞれ作成しております。2月中旬にはおそらく公表できるかと思います。先ほどの基調報告書よりさらに読みやすくするつもりです。公表の際にはぜひともお目通しいただきますようお願いいたします。次に福島市で事故当時3歳と6歳の子どもを子育てしている被害当事者としての立場からのお話です。もともと東京出身であった私は福島の豊かな自然に惹かれて福島で弁護士業を行い、原発事故までは福島の豊かな自然の中でのびのびと子育てをしてきました。ところが原発事故後は幼稚園生の長女が花を摘もうとするのはダメと言わざるを得なくなりました。小学2年生の長男は福島県って放射能があるから全国で一番人気のない県なのかななどとふっと尋ねてきたりします。これに対し何も言い返せないのが切ないです。同僚の弁護士のお子さんの幼稚園では七夕の短冊に放射能が消えますようにとの願いを書く子どもが多くいたと聞きました。私だけではなく福島の親たちは同様の思いをしているはずです。私はもともと関東出身なので原発事故後妻子を関東で暮らさせることも容易でしたが、家族がバラバラになるのは良くないとの考えから我々夫婦は福島に残って子育てすることを選択しました。それが正しいかどうかは分かりません。後に子供に何らかの疾患が出た時に自分は当時の選択を後悔するかもしれません。少なくとも漠然とした不安を抱えながら子育てをしなくてはならないことは間違いありません。国は福島市程度の占領であれば健康被害は生じないと言います。生じ得ないと言います。私自身はこれを信じたいと思いますが、結局スピーディーな情報隠しの件や福島県の県民健康調査の件などにより国や県を信じられない状況にさせられてしまっております。一度失われた信頼を取り戻すのは容易ではありません。この点、この子ども被災者支援法を形だけでなく真に実効性のあるものにしてもらえるとすれば、少なくとも私は福島県民としてもう一度国を信頼してみようかなという気持ちになれると思います。我々の基調報告書や今後公表する意見書に記載された具体的施策の全てが実行されることを望みますが、少なくともその中から少しでも多く採用していただき基本方針に盛り込んでいただくようぜひ政治の力をお借りしたいと思います。長くなりましたが、福島で安心して子育てをし生活ができるようこの子ども被災者支援法に魂を吹き込んでいただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。続きまして福島県外の状況について茨城大学准教授の原口弥生先生お願いいたします。
見ながら説明したらちょっと続きよろしいでしょうか。私たち大学の同僚3人で、茨城大学有志の会を立ち上げて、県内の、市民の方々への講習会ですとか、昨年は県議会への請願活動などを行いました。茨城県は低認知被災地、まあ、社会的な認知度は、低いのですが、無視できない食被曝という問題が残っておりますので、今日はですね、茨城における食被曝の実態と茨城の健康調査の実態と課題、県内での支援をめぐる動きから茨城県での健康調査の必要性について説明していきたいと思います。結論から申しますと、福島県中通りと茨城県の、県は中央部と県北部では、放射性要素汚染は同程度ですので、福島県と、茨城県を分けて考える、科学的根拠はないということが、できます。で、もう一つですね、出荷制限が、3月21日に始まりましたけれども、それ関係なくですね、野菜を食べ続けられた方が、多数いらっしゃいます。でこれが、無視できない被曝ルートと、なってくるだろうと考えております。3月18日に、計測された日立市の、ほうれん草ですが、約5万4000ベクレル、パーキロの、放射性要素を観測しております。でこれは公式に報告された農作物、汚染の最大値として WHO の報告書にも記載されている、数値でございます。3月21日より、出荷規制が始まりました。震災直後、茨城でも停電で、ですし、ガソリン不足、スーパーに行っても何もない状況ですの で、かつ茨城県は、農業、生産出荷高は、全国2位、3位の農業県です。皆さん、地場野菜たくさんありますので、それを食べ続けていたという状況が、あります。でこういう、非正規ルートによる接触が、続いたという中で、軽視すべきでない、被曝ルート、これを考えていかなければならない。でこれについては甲状腺の透過線量が50ミリシーベルトを超える可能性があるということです。具体的に説明をしていきたいと思います。左側の、ひたちなか市です。茨城県の中央部に位置しています。3月末までの合計で約45万ベクレル、平米ですね。で福島市の方、同じ、期間3月末までで約60万、ベクレル、平方メートル。でこの数値は、国立環境研究所の、発表資料を、使用したものなんですが、これ試算結果ですので、まあ、誤差がおそらくあるだろうと。で誤差を考えますと、茨城県の中央部と福島市では、まあ、同程度と言える。さらに、茨城県の北部ですとこのひたちなか市の倍以上はあっておかしくないということですので、要素の沈着量については、茨城県と、福島県中通りについては同程度と考えることができる。でセシウムと要素については、沈着した地域が違うということは、まあ、これは確認しておきたいと思います。で先ほどは推定値計算値でしたが実測値も出ております。これは米軍発表、アメリカ軍の百里基地という基地が茨城にありまして、そこでの、実測値に基づく、甲状腺の透過線量を、発表されております。この中で最大値ですね、この数値はですね、震災直後から2ヶ月間ので、屋外に24時間ずっと生活していたというですね、まあ、最悪のケース、それ外部と内部学全てを入れた、ものなんですが、1歳児の、甲状腺透過線量27ミリシーベルト、これが最大値となっています。で米軍の、アメリカのですね、原子力規制委員会が持つ、未成年の甲状腺透過線量の限界値は50ミリシーベルトです。まあ、ここには達していないということです。ただしですね、先ほど言いました茨城県には汚染された野菜というのもありまして、これを食べていた人たちがいると。で先ほどの3月18日の数値というのはもうすでに、半減期が始まっている状況ですので、もともとはもっと高い数値だったのと。でさらに、茨城県の、空をですね、3月15日と21日2回、放射性要素が、通過、まあ、沈着しておりますので、もし野菜がですね、ほうれん草などの野菜が2回
要素をですね、受けていれば、その場合は、その場合は跳ね上がります、数字が跳ね上がりますので、ものすごい汚染になっているということが考えられます。で、仮の話、ワーストケース、最悪のケースをまあ考えているわけですが、この摂取した野菜がですね、全てこの程度の放射性要素に汚染されたものであった場合、それを子どもが普通に食べていた場合ですね、3月15日に汚染されて、出荷制限始まるのが3月21日ですが、これまでにもうすでにですね、甲状腺の透過性の50ミリシーベルトに達してしまうという状況です。で、さらにですね、これは緑黄色野菜のみが汚染されていたと考えているわけですが、レタスなどの単色野菜ですね、これなどももし、汚染されていればこれに追加ですし、薄力士のように、空気ですね、吸入による内部被曝とか外部被曝があれば、もっと早い段階で、50ミリシーベルトに達しているということが、言えます。約、5割の子どもたちが赤のラインですね、普通に野菜を食べる子ここに入っていきます。で、じゃあ実際 その当時の状況どうだったのかという、声を集めてみますと、学生の声ですね、食べてましたよ先生って、何もなかったじゃないですかって、周りの人も食べてましたよという声が入ってきますし、県北部のですね、お母さんにお話を聞きますと、いや出荷制限されても食べていましたよと。で、畑の野菜を普通に食べていたと。で、事故直後には、市の広報官が回ってきて、放射能レベルは安全なので、安心してくださいと、回ってたので、みんな外に出て、生活していました。実際に水汲みなどでかなりの方が復旧作業に入っていましたので、屋外にいた方は非常に多いということです。で、こういう状況を受けて茨城県 の市民の方々は非常に危機感を持っておりまして、県内各地で、いろんな活動を昨年度から続けられています。で、健康調査の実態ですね、ホールボディカウンターと甲状腺検査、これらの地域で、実施され、あるいはこれから実施の準備、実施が決まっていて準備中という地域があります。ですけどもですね、これはその自治体の危機感を示すものですが、実施している自治体を見ますと、医療制度が整っている自治体ですね、さらに、自治体独自の予算でやっているものですので、自治体に余力がある自治体ということで、そういう自治体に限られている、必要な市町村がやっているという、わけではなく、必要な自治体が、全てやっているというわけではないですし、疫学的調査という点からすると、やはり体系的なですね、統一的なデータ収集が必要だろうということが、言えます。で、県内ですね、本当に市民の方がすごく頑張っていらっしゃいまして、昨年9月には、これは私たちも関係しましたが、県議会でこの支援法に関する、請願を採択、しております。で、この内容は、初期の線量ですね、やっぱりどの地域が支援対象に、地域に入ってくるのか、ここが一番重要なんですが、初期の放射性要素、これも、その基準値を決める際には入れるようにということが内容です。市町村レベルでも、県の市長会、32の市長が集まる市長会においても、常任委員会で茨城県を対象地域に含むようなですね、内容が採択され、今日本会議と聞いております。で、具体的に6市ですね、では採択が決まっております。で、これらは市民の声を受けて、行政なり政治がその危機感に応えているものだと、でその危機感を共有しているというようなことだと考えております。で、もう今の段階になって要素を数値を確定観測することはできません。ですので、これからは今の状況になっていてしまってはですね、政治的判断によって、決めていただくしかないというふうに思っております。水俣病ではですね、疫学調査がなされずに正式な被害者数も把握されていないという状況がありますので、ぜひですね、今回 の震災におきましては、きちんと体系だった統一的な健康調査、茨城県だけではなくですね、いろんな地域、注目すべき地域あるかと思いますので、目を向けていただければと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは第2部の最後となりますけれども、受け入れ側からの声ということで、愛知県被災者支援センターの向井忍さん、よろしくお願いいたします。ご覧いただきました、愛知県被災者支援センターの向井と申します。こちらの民間の
生活協同組合の職員でございますが、愛知県が NTO に委託をいたしまして、支援センターを作っております。この愛知県の委託はですね、現在災害救助法に基づいて県としての判断で進めております。この被災が長引いてまいりますので、この災害救助法に基づく体制をですね、どのように引き継ぐのかという点では、今回の子ども被災者支援法の具体化がですね、緊急に求められているというふうに考えております。私たちは1200名以上の方が避難をされておられますし、その一人一人の方のですね、登録状況が分かりますので、それぞれの方たちと一緒にどういうご要望があるか、あるいはどういうご相談があるかということを、専門家の皆さんや、あるいは市町村の皆さんとも体制をとって、この間支援を進めてまいりました。今日もご参加されておられますが、その皆さんがですね、原爆事故の被害者の会ということをいよいよ立ち上げて、ご自分たちの要望をですね、具体的に出されるというところまで来ておられます。私たちもその要望やアンケートもですね、参考にしながら、私たちが進めてきた支援が本当にですね、当事者の皆さんにとってしっかりと噛み合ったものであるのかということの見直しもしております。例えば私たちが非常に強調しておりますのは、今回の被災は例えば福島県でありますとか等々ですね、県域を越えによるものではないということです。お手元にちょっと全員の方にはないかもしれませんけれども、愛知県被災者支援センターが取り組む施策についての資料がございます。その裏を見ていただければですね、これは昨年の5月に私たちがアンケートを取りまして、約4割弱の方がどちらから避難をされたかということをお答えいただき、避難経路を出していただきました。それぞれですね、北海道に行ったり九州に行ったり、あるいは、ね、中国地方に行ったり、とうとういろんな経由を経て今愛知県におられます。3月あるいは4月ですね、一瞬の時に十分な情報がないまま避難をされ、仕事を辞めですね、お母さんお父さんそれぞれからバラバラになり、そういうことです。でその避難されている場所を見るとですね、明らかにこれは実際的な放射線量の高い地域であり、その影響がですね、見える地域からいらっしゃっていることは間違いないんです。私たちはこういう皆さんを受け入れる以上ですね、いずれにしても、ね、その対象地域が何らかのですね、その行政的な区域ではなくて、基本的には1ミリシーベルトを超える、そういう基準でですね、同じように対象の支援にしないと、実際に避難を受けている立場からするとですね、これは全くこの噛み合わないということになってまいります。これならまず第一点ございます。それからそういう中ではですね、医療や健康に対する不安が大変多いです。福島県も調査をされておられますが、やはりそもそも行政に対する信頼性ですとか、自分たちの調査データがどう生かせるかということでですね、大変躊躇されている方がいらっしゃるというのは事実です。私たちは愛知県独自の努力として、この1月から愛知県の小児総合医療総合センターが福島県以外の15歳以下の子どもさんの甲状腺の診察をするということを始めました。これは福島県の方は調査をされておられますが、福島県以外の子どもさんもですね、同じように心配なわけです。ですから私たち支援センターではお一人お一人にお電話をして、診察をされますかということでお話を聞いて、その結果をですね、小児医療センターに伝えて、今医療センターはその体制をとって進めております。これはできることです。できることであり、やらなきゃいけないことです。しかしそういう施策が県によって、あるいはですね、地域によってやるやらないの判断となっている、これが今の現状でございます。さらに住居の問題、移動交通費の問題などがあります。どんどん子どもさんも大きくなったりですね、家族の環境も変わり、一旦災害救助法に基づいて応急仮設住宅同様ですね、入居されるところも近隣の関係とか仕事の関係とか、どうしてもですね、転居しなきゃいけないという状況がございます。そういうことには今の現行では対象になっておりません。これからですね、もっともっとそういう時期が重なってくるときに、住居に対する考え方の基本をしっかりしておかないとですね、全員があってもその行政的な基準がそれに追いつかないということではよろしくないかと思いますので、そういう点でのその住居に対する保障、あるいは交通費移動に対する保障等々もですね、しっかりしていく必要があるというふうに考えております。それから私たちは一人一人の方のですね、状況を把握しなきゃいけないということで、協力をしてお米などをお届けをしながら一斉の訪問見守りをしております。何が分かったかといいますと、例えば男性ですね、男性独居の方、あるいは外国人の方、言葉が伝わらないので
自治体の側はこの方は全く問題ありませんという登録をされていました。自治体は全く違います。ご本人は失業されですね、本当にこう困難な中でおられて、私たちが足を運んでようやく分かったという状況がございます。あるいは震災後の移動によるですね、ストレスで、奥様が癌が発症したり、あるいは朝起きれないとかですね、大変な状況がございます。ご高齢の方も含めてですね、この原発事故がもたらした人に対する健康不安というのは大変なものがあります。男性であったり独居であったり外国人の方であったり、あるいはですね、その後のですね、状況の発症等々ですね、一人一人を見るとですね、一人一人やっぱり支援が必要なんですね。しかしその反対の方、女性でね、通常の年齢で、しかも普通で家族で暮らしている方、その皆さんが、ね、お母さん、子供さん、そしてご家族で一番苦しんでいるということもあります。ですから、改めて一人一人全員の方に対するですね、今回の被災に関わる支援をしていかないといけないというのを、常々一人一人をご訪問する中で実感をしているところでございます。愛知県の被災者支援センターの事業はこの資料にございますので、いただければよろしいかと思いますが、全国のですね、私も支援団体の交流会にも出ておりますが、私たち愛知県がですね、このようなご報告ができる一つの理由は、一つはお一人お一人の登録情報がですね、分かる、行政と一緒にさせていただいているところがあります。それから悩みとしてはですね、弁護士さん、司法書士さん、臨床心理士さん、あるいはですね、医療等々ですね、専門家の皆さんと一緒に声を受け止めることができるということです。もうその専門家の皆さんはボランティアですけども、そういう関係があります。それから日常的には市町村であり、社協や民生委員さん等々ですね、普段の生活のつながりがないと、お一人が声を上げられてもですね、その方たちを今日明日明後日はいいですけどね、ずっとできません。そういう市町村とのつながりがあるということも私たちの大きな特徴です。つまり官民一体になってしっかりした体制を作って、専門家の皆さんも含めてですね、受け皿を作る、そういうことがないと、今全国に避難されている方の状況はやはりですね、受け止められないということです。諦めて声を出さない方がですね、何もないと言って、善意であろうとも市町村の担当者がですよ、私たちのところは何もありませんということを放置してはいけません。そういう意味では私たちはやっているようですね、支援センターのような機能が、やはり私は全国にいると思います。それから私たちだけはできない、引っ越す方がおります。たまには何も解決しないのにも、実家に戻られる方もいらっしゃいます。そういう皆さんがね、地元でどういう気持ちになっているかということも考えると、県を越えて全国的なつながりを作り、そういう意味でのですね、やはりこの国は一人一人災害の時にも信頼されるんだと、私たちが生きていることはね、応援されるんだと、そういうメッセージを出さないといけないというふうに考えております。ぜひそういうですね、支援センター機能を全国に作るということもですね、支援者支援法の中には盛り込まれていると思いますので、何よりもですね、そういう体制を作って多くの方の声が受け止められるように、そういう体制をお願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それではですね、ここまでで第2部ということで、ここから議員の方々の決意等をお伺いするというところなんですけれども、もう一つですね、本日イベントというのがありましてですね、山形県とですね、愛知県の被災者の当事者団体の方々が復興庁宛ての要請書をですね、本日お持ちいただいているということで、もし議員の方々のお時間がまだ若干あるようであれば、先にそちらをやらせていただいてもよろしいですかね。そういうことで、そうしましたら山形のですね、菅野幸子さん、高橋理香さん、佐藤博さん、皆さん前にいらしていただいて、愛知県の井川健人さんも前にいらしていただいてよろしいでしょうか。復興庁の水野参事官も前にお願いできますでしょうか。一言ずつお話しいただいてから渡していただいて。皆さんこんにちは、菅野幸子と申します。まずはじめに、この原発事故子ども被災者支援法の成立にご尽力くださった皆様に改めて心よりお礼申し上げます。現在山形には1万人を超える自主避難者がいます。しかしその数は徐々に減ってきています。その理由の一つは経済的に続かないということ、そしてもう一つは精神的に家族が追い詰められていくということです。いくら避難の権利だけが認められても、避難に伴うさまざまな痛みに対する具体的な支援がなければ
避難の継続は困難です。私たちは今避難生活をいつまで継続できるのかという不安と、福島に戻ったところで安心して生活できるのかという不安の狭間で未来を思い描くことができずにいます。これから先もずっと放射能の問題と戦い続けなければならない私たちにとって、この被災者支援法は非常に心強く唯一の希望の光でもあります。そしてこの支援法の中身を決めるのは当事者である私たち自身であるということに気がつき、山形に避難している藤田紀子さんというお母さんが私たちの生の声を届けようということで立ち上がりまして、要望書のフォーマットを自ら作り一人一人に配って歩きました。そして今日その要望書をここに300枚ほど集めてまいりました。避難生活によって生じている苦しみと、それを解決するために求める具体的支援について一人一人の切実な訴えがここに書き記してあります。これは私たちの叫びです。どうかこの気持ちを汲み取っていただき、基本方針の策定に反映していただければと思います。そして一刻も早い支援の実施をお願いいたします。お時間のないところ大変恐縮ですが、今日は山形から参りましたので少し私たちの声を聞いていただければと思います。皆さんこんにちは。私は福島県の福島市から山形市に母子避難をしております高橋と申します。本日はこのような機会を与えていただきとてもありがたく思っております。ありがとうございま す, とです、ね、本日は山形の避難者の声を届けたいと思います。今回の原発事故により私たち福島県民は多大な人権侵害の被害を被っております。これは基本的人権の尊重を奪うものだと思っております。事故さえなければ家族バラバラに生活することも故郷を追われて避難することもありませんでした。また福島県には未だに放射線被害の恐怖に怯えながら避難したくてもできないでいる県民もたくさんいます。避難者の取り入れだった福島県外の借り上げ住宅新規受付も昨年末で打ち切りになってしまいました。未だに事故が収束していない中、また除染も進まない中、借り上げ住宅の打ち切りは全くもっておかしな話だと思います。また今の段階では借り上げ住宅の期間が3年間とされておりますが、こちらもぜひ無期限の延長を要望いたします。いろいろな避難者の声を国、県、市などに挙げていますが、国も県も市も福島県は安全、福島県は安心の一点張りで福島に戻れるという圧力だけがどんどんと強まっております。それどころか避難している私たちの方が神経質でおかしいと思われております。また最近福島県への帰還者が増えていることについて、福島県は線量が下がり除染も進んだためとの見解を発表しております。それは避難者の本当の声を聞いていない上層部の勝手な見解です。私の周りにもやむなく福島に帰った友達がたくさんいます。しかしその方々はみんな福島が安全安心になったからといって帰ったわけではありません。二重生活による食費や光熱費、また家族に会いに来るお父さんたちの交通費の増加など、生活費の増加によって生活が成り立たなくなってしまったためなどと、また家族がバラバラになっていることにより生じている精神的な苦痛などによるもので、みんなやむなく帰っているのです。一刻も早く生活一時金の支給や家族が一緒に暮らせるような就労支援などをお願いしたいと思います。もっと現実を直視し、本当に福島が安心安全か考えていただきたいと思います。子ども被災者支援法が施行されることが唯一の希望です。福島県民は全員が原発事故の被害者です。この支援法を福島県民全員、また福島県周辺地域で年間空間線量1ミリシーベルトを超える地域の住民すべてに適用し、一日も早く本当に支援を必要としている方のための法律にしていただければと思います。
よろしくお願いします。こんにちは。私は福島市から山形市に避難しているたちと申します。本日はこのような機会を与えていただきありがとうございます。私は原発事故の放射線から子どもを守ろうと山形市に避難しましたが、福島県が避難区域と自主避難区域に区切られたことで、私たちは周りから避難しなくてもいいのに勝手に避難している人たちというイメージを持たれている状況があり、とても肩身の狭い思いをしてきています。また避難元に残る家族や友人との放射線に対する考え方の違いからすれ違いが生じています。福島県の中通りをはじめとした自主的避難区域を支援対象地域として正式に指定していただき、私たちの避難の権利が社会的に認知されることを望みます。従来私たち自主避難者が自分たちの避難者としての人権を主張すればするほど、避難元に残る人々から反感を買い、分断が進んでしまうという矛盾を抱えていました。原発事故子ども被災者支援法だけが全ての福島の人間を混乱なく救えるものだと私は確信しています。以上です。よろしくお願いいたします。引き続いて愛知県の井川さんをお願いいたします。愛知県小牧市から今日やってまいりました。栃木県那須塩原市から一家で避難をしております井川と申します。今日は原発事故被害者支え合いの会あゆみ RP ネットの今はまだ準備会なんですが、2月10日に設立総会を迎え設立する準備として、今回支援法の要望を具体的としてまとめてまいりました。私は栃木県からですが、こちらの会には福島県、そして今福島県で暮らしている方、そして栃木県にいる方、千葉県にいる方、そして関東から愛知県の方に避難された方、静岡県の方に避難された方という方たちで、こちらの会は構成されております。私たちが強く求めることは、汚染された地域は福島県だけではないということです。私たちは栃木県、東京、神奈川、千葉、茨城、群馬などから大変な思いをして避難をしております。そこにかかった避難費用ということは全て実費で賄っております。私たちは子どもを守るために大変な苦労と精神的苦痛と費用を使ってまいりました。そして今福島県に残る方、先ほどもお話にありましたが、本当に辛い声が上がっております。残る方の方が、温度差の中で生きていて言えない言葉がたくさんあって、ここの会でしか言えないと泣きながら伝えてくれました。そして避難している子どもたちも、今甲状腺の結果が異常が出ていることがたくさんあります。このお母さんたちがどのような気持ちで検査を続けていくか、今度の土曜日に検査なんだと泣きながら伝えてきてくれたその気持ち、そしてその子どもをどうにか守りたい、私たちも被災者なんだと、放射能被害者なんだと、関東のからの声もたくさん上がっています。福島県だけではありません。汚染されたのは日本のたくさんの地域が汚染されました。福島県に残る方、関東から出た方に対しても適切な支援を求めますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは受け取っていただいた水野さん、一言いただいてよろしい。団長でお話いただいて、ここで校長の水野と申します。
本日は被災者の皆様方の声を直接生で聞くことができて大変有意義だと思っております。ご応募いただきましたご存知しましてもしっかりと会見していただきたい。本日はここでありがとうございます。もう少しなんかお話いただいてもいいですけど、お話いただける範囲で構わないんですけど日本語詞でどうなりそうですかね。はい、まあ、昨年来ですね、まあ、ルール検討してきたと思いまして、まあ、与党の方で、ね、まあ、具体的な検討が始まりましたので、まあ、このまま行くのもちょっと想定外の事態が起こりまして、まあ、選挙とか、まあ、選挙の交代とかというところがございまして、ちょっとその辺で改めて、まあ、検討しましたというところもございますが、まあ、いずれにいたしましてもちょっと申請権を求めるというところが、そういうふうに検討進めてまいりたいと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。また後ほど会場からの質問等もあるかもしれませんけれども、はい、ありがとうございます。はい、引き続きまして、ご来場いただいている国会議員の先生方からご挨拶をいただきたいと思うんですが、もし1時間の会議を延長して残っていただいている谷岡さん、まず最初にお願いいたします。申し訳ないです。壇上でお願いいたします。緑の風の参議院議員の谷岡。緑の風の参議院議員の谷岡文子でございます。この提出者で本当に先ほどからの胸が痛い思いをしながら、これほど皆さんに大切に思っていただける法律を国会議員として仲間と共に作ることができたこと、本当に一政治家として悲しくもこういうことが起きてしまった。しかし皆様にこのことを大切に思っていただけると万感迫るございます。先ほど私が少し遅れて入っていきました。復興予算の補正の予算、公庁の予算について、そして今後の公庁の予算に関する考え方について、実はヒアリングをやっておりました。先ほど出てまいりました雇用の問題、借り上げの住宅の再延長の問題、また高速道路の無料化の問題、そんなに検討されているんだけれども、まだ盛り込まれていないということの中で距離です。本当に何十兆円という多くの予算がバカバカ決まっていくのに、選挙に協力したような団体に対してはたかだかいくのに、なぜ人々でこれほど苦しんでいる思いのところには大したお金でない予算がこれほどつかないのかということを感じながらここまで歩いてまいりました。で、私がその時に言ったことがあります。国民はどこにいるの？福島県民、茨城県民、何々市民である、ひたちなか市民である、市民、市民、県民、県民ということを私たちは多く聞きますが、私たちは国民のためにこの法律を作りました。すべての被災者である国民のためにこの法律を作りました。憲法に書かれていることは日本国民であって、その日本国民の基本的な権利を保障するために作った法案であって、法律であって、私たちはその人が福島県民だから、埼玉県民だから、茨城県民だからという理由によって苦しまなければならないということを何とかしたいと思ってこの法律を作りました。復興庁の方々のお話が今日も聞いておりまして、いつまでたっても福島県が、市町村が、自治体が納得してくれません。そのために国会があり、国会議員があり、そのために国民が、もし自治体や県が守らないのであるならば、私たちが守らなければいけないから国会議員として立ち上がり、この法律を作りました。いい加減政府にそのことを分かってもらいたい、あるいは分からせなければならない。私の任期もあと半年を残しましたけど、それがこの国会での私の仕事だと思っています。県民のものではない県が、今県民がまるで自分たちのものである、
島県民は福島県のものだ。だから外へ行っては困るのだ。どこに住んでいようと、どこに働いていようだと、日本に法律を納めてくれ、税金を納めてくれて、日本の法律を守ってくれる人たちを、私たちは全員を守らなければいけないのに、なぜそういう形でボーダーラインを立てるのか。そのことを政府に訴えていかなければいけないと思っています。私たちは国民の権利を守るためにこの法律を作る。今、安倍首相が外遊されて盛んに民主主義と基本的な人権などの価値を共有する国々との、いわば共通の共同協調関係ということをおっしゃっている。その言葉に恥ずかしくない日本国民全員の人権というものを守るために頑張ってまいりたいと思います。どうか皆様これからの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてみんなの党衆議院議員中島克人様、よろしくお願いいたします。それでお上がりください。みんなの党の衆議院議員中島克人でございます。私は昨年末にあった衆議院選で初めて政治家としての道を出したばかりでございます。それまでの職業は医師でございます。医者として医師として、東日本大震災、その震災直後に私は福島ではございませんでしたけれど、千沼の方に医療支援に毎月1週間ずつ入らさせていただきました。私はその避難所を含めて訪問診療という形で被災された方々健康管理、毎月毎月やっていたわけですけれど、そういった中で私の地元でございます山梨県八ヶ岳の山麓なんですけれど、そこにも福島からたくさんの方々が被災をされております。その方たちと健康感をしていく中で、そして、毎月毎月福島ではございませんけれど被災地気仙沼に入っていく中で、やはり政治がするべきことは何だろうと、形ばかりではなくてしっかりと実情に合ったそういった制度を作らなければ何の意味もないということを感じながら、一人の医療人として、そしてまだまだ政治家としては駆け出しではございますけれど、医療人としてこれから二十数年前にございましたチェルノブイリの地域が今どんな現状にあるのか、そういったことを踏まえていけばこの国が何をなさなければいけないのかということはおのずと答えは見えるはずなんです。そういったことをしっかりと考えながら、医療人として、そして政治家として、これから実情に合った制度、その世を作り出すために私自身も精一杯ご期待に添えますよう努力してまいりたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。引き続きまして、新党改革参議院議員荒井博之さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご苦労様です。私は38キロに家族で生活をしております。これは風向きであるとかいろんなことで本当に、違った影響を受けるんですが、放射線、放射性物質、こういったもので被害を受けられている皆さんに少しでもお役に立とうということで、先ほど来から先ほどからお話しいただいております。皆さん、昨年の4月水俣病の判決、大阪高裁でございました。国の基準に足りないというので、国民の命を守るべき国が裁判を通じて蹴飛ばしたというようなことですね。同じく6月長崎地方裁判所におきまして、長崎の被爆者援護法についてもこの裁判がありました。同じように基準に足りないということで、被害者の方が大変、残念な結果になっているわけです。こうした方々を含めて今度の福島原発の被害に遭われた皆さんに同じような何十年もの苦痛を与えることのないようにやっていくというのが、大勢の皆さんのそうした苦痛、苦悩、それを教訓として学ぶべき国会の役割だろうというふうに思います。ですから、その方々も含め、そして今度の放射線の被害に対する方々を含めて、一
妻でもこうした問題が起こらないように、そのためにしっかりと法律を書き込んでいるということが重要でございました。日弁連の先生方からも、その意味では弱いところ、会長さんはじめ皆さんからこういうところ課題があるなといったことはいただきましたけども、そこは国会での確認答弁などでやったつもりではありますが、とにかく世界に対してもこの原発被害は大したことなかったと小さく小さく見せた被害を、同時にもう一つの背景は財政負担をしたくないから財務省を含めて小さく小さくしている、結局どこに人の命権利っていうものがあるのかなということを思わざるを得ないのが皆さんと一緒なんです。ですからこれらをきちんと説明をし解いて、当たり前のことを当たり前にできるように皆さんとぜひともしていきたいというふうに思います。福島県に津村谷英二さんという監督がおりました。皆さんウルトラマンです。同時に津村谷英二さんは特撮の監督でありますから、ゴジラの監督でもあります。ゴジラはご案内の通り原水爆、それによってあのように大きく人間を襲うような、これは戦争と原水爆に対する痛烈な批判の映画なんです。その津村谷監督は実は須賀川市の出身です。その須賀川から直径で、大体そうですね、10キロぐらい、西に参ります、東に参ります石川町というところ、この石川町はニューヨークタイムズで世界中に広まりましたけれども、実は昭和18年ウランが取れます。そして iPS の山中教授、非常に命のために頑張っていただいて話題になりました、その理化学研究所、これが疎開をしました。ウランの採掘と原子爆弾の研究をしていたのも皮肉なことにこの福島県なんです。そういったことがあって津村井監督のゴジラが生まれます。どうぞ皆さん、こうした本当に福島県民も、そして同時に今日お越しの茨城の皆さんも含めて各地区の皆さんも、こうした被爆国日本が何故にまたこのようなことが起きてしまったのか、単に原発は原発の問題ではありません、こうしたことを皆さんと共に考えながら、そして自分の、そして可愛い子供たちのこの健康を含めてきちんとこれを見守っていく、対処していく、これを皆さんと一緒に続けさせていただきたいなというふうに思っています。耳に残りますが、南春夫さんのこんにちはこんにちは世界の国から、1970年のこんにちはってなりました。分かり、皆さんはお分かりにならないと思いますが、私は福島県からぜひ大阪万博に行きたいと思います。1970年は大阪万博、この大阪万博の電気は全て直近に商業の第一にもとして生まれました敦賀原発のこの原子力の光で、あの大阪万博は開催されて、そして電光掲示板に全部平和の光、原子力の光で日本の繁栄がもたされているんだということを言ったんです。世界中から6000万人が集まりました。1970年です。その1日2日前に皆さん敦賀原発が動くんです。そして福島第一原発はその後約半年後に第一号機水素爆発をしましたが稼働すると、こういうことでもありました。我々の原爆を落とされた国だからこそ、この原子力をっていうのを我々は自然にこれを内面化してしまったんです。いつの間にか我々自身もある意味では共犯になっていたんです。安全神話、こういったことも反省しつつ、私も皆さんと一緒に進んでまいりたいと思います。長い話になりました。お許しをいただきたいと思います。では、当初もいらっしゃいます。また、深谷先生、いらっしゃいます。先生方、お世話でございますが、また失礼いたします。ありがとうございました。続きまして、みんなの党参議院議員の川田隆平様、よろしくお願いしたいと思ったところなんですが、大丈夫ですか。すいません。皆さんこんにちは。今日本当に大変たくさんの人にお集まりいただきまして、本当に今日お話聞かせていただきましてありがとうございます。私も本当に今回のこの法律を作って本当に良かったなと思っています。
先ほどから皆さんの言葉の中で、この支援法が子ども被災者支援法は希望です、子ども被災者支援法が希望の光です、子ども被災者支援法は唯一の希望ですという言葉を何度も聞きました。本当にこの支援法を何とかして実行に移していく、それがこの国会議員として私は作った上で、さらにこれをしっかりと機能させていくことが国会議員としての仕事だと思っています。そして昨年の11月20日にこの子ども被災者支援法を推進するための、後押しするための議連を超党派で立ち上げる準備をしていました。それが突然の解散総選挙でこの延期となっておりましたが、ようやく今日このあとですね、1時35分からこの地下の107号室でこの設立の総会を開かせていただきたいと思っています。現在この改選になった衆議院の方にも案内を届けているところ、現在68人の人がこの議連に参加していただけるということで、またさらにこの人数を増やしてですね、後押しをしていきたいというふうに考えております。超党派で全党からこの参加いただいて、国会議員が超党派で動かしていくことが、本当にこの法律を変えて、法律を生かしていくには大変重要になってくると思います。そして国民の皆さんが声を大きく出して、そしていろんなところから声を上げていくことが、本当にこれからのこの国の政府を変えていくことになると思います。先ほど水野参事官からもお話いただきましたけれども、本当に私はこの国会議員と、そして官僚と、そしてマスコミ、そして国民の皆さんが本当にこの法律を生かしていくということを望んだのであれば、これは必ず実行に移すことができると思っています。ぜひとも今回のこの子ども被災者支援法で、見事薬害や公害の苦しみから、本当に何十年もずっと苦しみ続けている人たちがいる中で、これを二度と繰り返さないためのしっかりと政策、施策をしっかりと実行していくために、皆さんと共に全力で頑張ってまいりたいと思っています。ぜひとも皆さん、どうか諦めないでください。政府は必ず嘘をつくという言葉もありますが、これは政府はそういうなかなか約束を守らないところでもありますが、でも僕は諦めないで、しっかりとこの政府を変えていくのは、やはり一人一人の国民の力であるし、一人一人の国民がしっかりとこの声を上げることによって、この国の社会の仕組み、制度は必ず変えていけると思っています。ぜひこの子ども被災者支援法を多くの人に、国民の人にもっともっと知ってもらうためにも、皆さんにももっともっと発信し続けていただきたいというふうに思っています。これから基本方針が政府の方で決まるのも、3月の11日がやっぱりこの目処になるんではないかというふうに僕は個人的には思っています。政府の方はどう思っているか分かりませんが、これはですね、やっぱりぜひ3月11日のやっぱりこの震災からのやっぱり時間、本当にこれまで時間がかかってしまいました。ぜひともこれは新政権になった森雅子議員も今日は来れていませんけれども、大臣になりましたので、実は今回この子ども被災者支援法のこの議連にも役員にはなれないということで、今回進めさせていただいておりますが、ぜひともこの今回自民党と公明党が連立政権を取っている中で、これは諦めるではなくって、実は自民党の方がこれはやれるんではないかと僕は期待をしています。実は民主党政権の時よりも、実は自民党政権の方が予算はつけてくれるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味でですね、ぜひ皆さんどうか期待して、裏切られたら選挙でこれは言えないということができるんだと思います。7月の選挙までは期待をして自民党公明党を後押しして、ぜひともこれ公明党が力を握っていると僕は思っていますので、ぜひ公明党の議員さんにもですね、どうか働きかけを強めていっていただきたい。そしてこれは超党派でやっていくことに、この参議院がこの自民党公明党だけでは過半数を取っていない中で、超党派の意味が大変重要な役割を持ってきます。ぜひともこの今7月の参議院選挙までが、本当に皆さんの声を大きく膨らまして、政治家、国会議員に大きく圧力をかける、その大変絶好の機会だと思います。本当に今が、選挙前の今が国会議員が一番意見を聞く時なんです。ですのでぜひ皆さん、本当に今が頑張り時です。そして基本方針をこの政府に、私たちの声をしっかりと乗せた基本方針をしっかりと作らせていくのも今しかありません。時間はありません。今しかないんです。どうか皆さん、この子ども被災者支援法を実効性のある法律として機能させていくために一緒に頑張りましょう。どうか頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
そうしましたらですね、あとご来場の議員の方々3名、民主党の小川原雅子先生、共産党の高橋千鶴子先生、そして今お見えになった、公明党の加藤俊一先生にそれぞれご挨拶をいただきたいと思います。35分から議連の方の設立集会始まるということですので、駆け足になってしまうかもしれませんが、まずは民主党の小川原先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。民主党の参議院議員の小川原雅子でございます。今直前に話された川田さんのおっしゃった通りだと思います。超党派で作った子ども被災者支援、この法律に基づいて基本方針が出るわけですけれども、やはり、ここはきっちりとですね、具体的なことを国策として進められてきた原発ならば、その国策によって傷ついた人たちを救う、最大限の子どもたちの最善のことをする、被災者の皆さんへの支援を強めることは政府として当たり前のことだと思っています。議員連盟も作れという皆様のご期待もありましたので、今日は1時半にはその議連も立ち上がります。そして私は民主党でございます。民主党は脱原発、原発ゼロを掲げて選挙を戦いました。多くの有能な議員を、失う結果になりましたが、皆様の地元にもこうした同志が、この脱原発、このことを目指す同志がたくさんおります。今日ここに来れなかった方々とともに、この法案の具体化、中身をきっちりと詰めていく仕事をやらせていただきたいと思っております。今日はご苦労様でございました。頑張ります。ありがとうございました。それでは続きまして、共産党、日本共産党の高橋千鶴子様、よろしくお願いします。あるいは順番が前後してしまったかもしれません、申し訳ありませんでした。皆さんこんにちは。日本共産党衆議院議員の高橋千鶴子です。私も川田さんとね、お話をして、呼びかけ人に名前を連れましたけれども、解散総選挙になりましたので、何が何でも戻ってこなければならない、この支援法 の基本方針を本当にみんなと一緒に作って生きたものにするんだということを訴え続けてまいりました。比例東北なので、福島の皆さんはもちろんのこと、東北 の各地に避難をされている方たちにたくさん会います。ですから本当にいろんな形で線引きをしてはならないということを訴え続けてきたんです。本当に同じ地域の人たちが、こう言えばなんですが、お互いをね、憎み合うようなことが本当にあってはならない。それはもともとは国と東電の責任じゃないかってことを訴え続けてきました。先ほど来説明があったように、支援法の精神は福島だからということではないし、全ての被害の方たちを救えってことを書いているわけなんです。だけどそこにどこかで線を引こうとする、その線を引かれたことで全ての支援が受けられるか、ゼロか100かっていうふうな作りになっちゃってるんですね。これ重大な問題で、だとしたらこの本当にみんなが納得できるところで、限りなくゼロに近くならなきゃいけないと思うんですが、線を引くとしたらそこまで広げなければならないということで、この作業はやはり当事者と私たちにしかできないんだという立場で、今日の議連にも参加してご一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、公明党の加藤俊一さん、よろしくお願いいたします。先ほど加田さんの話の中でも公明党の先生が重要だというお話がありましたので、ぜひよろしくお願いいたします。ただいま紹介いただきました公明党の加藤俊一でございます。私はいろんな範囲で被爆されておりますので、福島県に限らない、それはもう県を越えて被爆しているわけでありますので、これは昨年の決算委員会の話でありますけれども、これは特会法の制限も一つあるんですね。つまりこれは原発立地している県、そこだけになってるんですよ。つまりこれは原発安全神話に基づいて作った中身になっておりますので、事故の起こり方の想定というのがサイト内で収まるという話になってますから、ここのところを変えないと一つはいけない。つまりこれは多分閣議決定で変えれる内容だと思ってますので、これは特会法の51条第1項19号なんです。
ね。ここがそういうふうになっていて、県の境を越えて、なることを想定していないがゆえに県内で収まるという前提で物事を進めようとしてますから、ここは大きく変えなければいけない部分だと、私は思っております。皆さん大変な中で懸命にのようにやっていただいて、本当に心から敬意をこうしていかなければいけないと思っておりますが、35分から議員連盟、それの設立総会ということでありますけれども、我々としては今申し上げた内容、各党と共同で提案をさせていただこうと思っておりますが、やはり法定受託事務ですね、そういうふうにしていかなければいけない、あるいは政府から考えますと法定委託事務と、そういうことで健康調査等についてより一層ですね、法律のもとにおける平等ということも含めてしっかり考えていかなければいけない、そういう法律を成立させることがやはり非常に私は大事だと思っておりますので、今後とも皆さんと一緒にですね歩んでまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、自民党参議院議員で現消費者少子化担当大臣でいらっしゃいます、森昌子さん、よろしくお願いいたします。発議者の先生方が続きます。皆さんこんにちは、参議院議員の森昌子でございます。福島県の出身でございます。原発が爆発したその日に、南相馬に入りました。その時の南相馬の中にはマスコミの皆さんが一人もいませんでした。私は携帯電話で電話をして、なじみの記者さんにどうか来てこの地獄のような光景を全国に伝えてください、そう言いましたけれど、会社の規則で入りませんということで、全てのマスコミが2回目の爆発の後もずっと来ませんでした。私はビデオカメラを撮りに戻ってビデオカメラを持ってきて中の光景を撮りました。そのビデオカメラを福島県のテレビ局に持って行って、それが初めて日本全国に映された動画での南相馬の様子でした。小さく森まさこ撮影と出していただきました。津波の被害の光景、地震の被害の光景はたくさんテレビに出ていましたけど、原発の被害地域は出ていなかったんです。その後もあまり出ませんでした。私は記者さんではないので撮ったらいけないと思う、とても撮れない、人間として直視できないような光景もありました。例えば津波で水がかぶった後、津波が引いた後も膝ぐらいまでは水が残ります。その中に爆発した放射性物質がいっぱい溶けています。でも遺族の方は体育館から朝出てきて、自分の家があったところのその水たまりにジャブジャブと入ってきます。着の身着のままで逃げましたから、長靴なんか入ってません。素足のまま入っていきます。そしてその辺に落ちている物干し竿、そういうものを取って子供の名前を呼びながらこうやって探します。その光景はとてもビデオに撮れなかった、でも今でも私の脳裏に焼き付いています。原発被害を二度と起こしてはいけない、そう思います。そしてこの原発被害は終わったことではなく、浴びてしまった子どもたち、食べてしまった子どもたちの今後の命と健康に関わります。私たちは
私たち国会議員は大人も含めた被害者の救済を目指しておりましたが、まず全国会議員のご理解をいただく多数決のこの法理の中で、まず子どもということで子ども救済そして被災者支援法を作りました。一番大事な条文が最後まで政府の抵抗がありました。今後万が一がんになった時、恐ろしい病気になった時、国がその治療費を出すという当たり前の条文です。どうしてこの条文が通らないんでしょう。1年近くここに座っている全政党から出てきた心ある国会議員の仲間たちと一緒にこの条文をなんとか通すことができました。私は思わぬ形で先日政府に入りました。予算を開いてみると、この予算書の中に1円もこの法律についておりませんでした。これからがまた戦いです。法律はできましたけれども、予算をつけなければ何にも制度が進みません。なんで予算をつけないのか聞きましたら、基本方針がないからと言います。基本方針を作らないのは自分たちなのに、基本方針がないから予算がつけられない。基本方針を早くつけるように指示をしました。私の省庁のところではないんですが、復興庁というところで作っています。基本方針ができるまで待っていたらまだまだ先になりますから、基本方針と切り離してできるところから予算をつける作業を始めました。私が持っている省庁のところでつけられる予算をすぐつけました。私は子どものところの担当でございます。子どもの屋内遊技場、子どものリフレッシュツアー、これについては補正予算でお金をつけました。今後また当初予算、そしてその次の予算と戦っていかなければなりません。皆さんお一人お一人のご理解と、そして全国民に対する呼びかけが必要であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでですね、35分から議連の方が始まるということなので、徳永先生、今いらしていただいて、ぜひ喋っていただきたかったところなんですが、すいません。ちょっと、そういったことですので、移動を始めなければなりません。で、実はですね、これ最後に終わりのメッセージということで、市民会議代表世話人の中でとですね、中田誠一さんと、JCN のですね、栗田さんからメッセージがあったんですが、これがですね、実は、支援法議連の方にも来賓として呼ばれておりまして、そちら一般公開 OK ということですので、これから皆さんぜひですね、地下の B107 に移動いただいて、そちらで中手さんと栗田さん、結局挨拶されますので、同じ方で挨拶されますので、そちらで聞いていただければと思います。すみません、本日はありがとうございました。
て、ぜひ皆さんにこの拍手で承認いただきたいんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そしてこの快速についても、この快速の承認についても、快速の紙はありますでしょうか。はい、これ会費の紙が書いていないんですが、会費のことは書いていないんですが、会費については視察など、そういった別途この視察の時に徴収するという形で行っていきたいと思いますが、いかがですか。もしご意見あれば、その皆さんから何かご意見あれば伺いますが、いいなしでよろしいですか。じゃあこの快速についてもいいなしということでよろしくお願いします。拍手で承認をお願いいたします。で、今日はちょっと役員人事は役員人事の方もありますので、役員人事をまずその方で承認させていただければと思います。で、役員人事案としてここに掲載のペーパーがありますが、皆さんの方で追加など空欄のところを埋めていただければと思いますが、ご意見ございますでしょうか。民主党の幹事の参議院の方がちょっと今空白になっておりまして、徳永先生か徳永先生いいですか。徳永先生にじゃあ追加で入っていただくということでよろしくお願いいたします。あと、はい、はい、いや複数でも可能です。田島先生を、はい、はい、田島先生副会長にということで、はい、はい、分かりました。じゃ副会長を一人にして幹事を幹事に3人に。会派の維新の方ですとか、生活の方ですとか、まだ空きのところがありますので、ぜひ推薦でも、自己推薦でも結構ですので、ぜひ自薦他選で入っていただけたらと思いますが、いらっしゃらないでしょうか。いいですか。じゃあまたそれは会派の方で調整していただいて、ぜひともここを入れていただけるようにとお願いをしていきたいと思います。今の段階では顧問に福島みずほ議員と、それから副会長に田島一成議員と、田島かなめ議員と、それから魚住議員、そして幹事に徳永恵里議員を追加ということで、この紙でこの会この役員体制でよろしいでしょうか。拍手でご承認いただければと思います。ありがとうございます。それで、次にこの議事次第でその先に、快速設立収集役員人事の方を先に進めてしまいましたが、被災者支援者からの挨拶ということで、今日は日本弁護士連合会副会長の森山先生が来ていらっしゃいますので、一言いただければと思います。よろしくお願いいたします。森山でございます。東日本大震災、福島原子力発電所事故等対策本部の本部長ということで、今日会長は11時半から開かれましたネットワークの院内集会にはご挨拶できたんですが、ちょっと資料がありまして、私が、代わりに、支援議員連盟、細杉君に対しまして、本当に、ようやく
7ヶ月前と法案成立から7ヶ月ということで、本当に喜んでいます。ぜひともこれを先ほども何回もネットワークの中で言っております。この法律は希望の光であるという言葉です。我々は本当に弁連としてこれを血肉の通ったものにすべく、委員の皆様にも一緒に頑張っていきたいと思いますので、本当によろしくお願いしたいと思います。本当におめでとうございます。皆さん、西英語市民会議の中手と申します。本日はどうも議員連盟おめでとうございますと言いますか、本当にありがとうございます。今お話もありましたように、この支援法はですね、私たち実は私は福島から避難している身なんですけれども、被災者の中にですね、本当にみんなの心をつなぐ、認め合って、これから被災した我々がもう一度生きていこうという、その希望の光であります。2年、事故から経とうとして、なかなかまだその、成果がですね、私たち被災者自身が、感じられる成果が上がっていないというのは非常に残念ではありますけれども、今年はぜひ私たちが実感できるような成果をみんなで、達成していくべき年だと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。私はですね、先ほど上の集会でもいろんな発言、一つ一つ本当に涙をこぼれるような話を私聞いてまいりましたけれども、被災者の中に2年経って疲れが出てきていると、声を上げようと思っても、もう何もしてくれないんじゃないか、諦めるのが出てきている、疲れてきている、しかし、諦めるわけにはいかないですね。この原発事故、確かに、その責任、東京電力はじめありますが、こういう社会を用意してしまった私たち自身も、特に子どもたちに対して責任を感じております。諦めるわけにはいけない。法律にありますように、国もこの原発を推進してきた責任としてこれを進めると書かれております。ぜひ、ぜひ、今年、実のある成果を一緒に上げてまいりましょう。よろしくお願いいたします。東日本大震災支援ネットワークの JCA の代表世話人の栗田様、よろしくお願いします。少しお時間をお取りして、お話しさせていただきたいと思います。貴重なお時間でございますから簡潔に申し上げたいと思います。私は東日本大震災支援全国ネットワークというですね、東日本大震災におきて、NPO など発表団体が集うネットワークの代表3人の一人を務めさせております。もちろん沿岸部の支援もやっております。ところがこの広域避難の問題に関しては非常に深刻かつ個別化しております。この状況において支援者が黙っているはずもなく、さまざまな支援を行っています。 JCA の調査で全国大体350団体ぐらいに上ります。ところが支援者ですから、当然資金不足、人不足、ノウハウ不足、さまざまな壁に苛まれております。先ほど集会でさまざまなご提案がございました。支援法ができてもまだ何も変わっていません。ですからその状況を少しでも改善していただきまして、まずは第一義的には当事者の方が対する常に直接的な支援、およびこの支援をしている私たちに対しても、その何らかのですね、支援を敷いておかないと、そのバランスが崩れていますから、私たち自身も持たない状況にもなっています。もう2年も経過しました。一番早くこの支援法が具体的に施行される、もちろん私たちも頑張りますが、先生方のご協力をいただきまして、ぜひこのですね、いい形に、された方々が当然の権利をですね、主張できるように、私たちも被災者とお会いしまして、なんか支持しようとで物をおっしゃっている人は一人おりません。自分たちの暮らしを守りたい、これだけの夢でございます。ぜひですね、皆様方と一緒にですね、このですね、支援法の充実に対してご支援をいただきたいと思っています。さらに、公明党さんが出されました健康調査法でございますが、大変に法律の法案でございましたが、なかなか日の目を見る機会もございませんでした。今後もどんどん議論されまして、一日も早いこうしてですね、被災者の救済につなげていただきますことをお願いしまして、私のお話しさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。先ほどちょっと順番が入れ替わってしまって、会長の選出が
先にやってしまったんですけれども、会長からあの会長挨拶をお願いしたいと思います。会長は2人おりまして、長谷議員と新井議員にお願いしているのでございますが、今日新井議員にまず挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。こちらに座っていただいて、副会長の方も座っていただいて、顧問の方も席を用意しますので、座っていただいて、とりあえずまず会長から、はい、お願いします。ただいま皆様からご請求いただきました新井智でございます。今回の選挙戦で私は原発問題を随分訴えたつもりでありますけれども、必ずしも国民の多くの方々が原発問題を大きな争点として捉えていなかったのかなという、そういう感じはあります。私は昨年の11月の解散というのは本当に時期としては良くなかったと、もうちょっとのところでいろんなものが成立をしたんですね。エネルギーの長期計画の問題もそうですし、そしてこの被災者支援法の具体案も相当なところまで詰まっていたんです。その直前の突然の解散ということで、今まで積み上げていたものが本当に分散無償してしまったっていう、そういう大変残念な思いでいっぱいであります。被災者は国際法上はこれ国内難民です。国内難民と位置づけた初めての法律でもあります。私はこの法律も含めてですね、原発関係の改革法案、原子力規制委員会法も含めてですね、総計30本ぐらいに達するぐらいの法案を作り上げていったと思います。その中で何よりも被災者の皆さんが一番待ち望んでいたのがこの法案なんです。この法案は政府提案ではなくて議員立法です。原発関係の法案はいくつか議員立法で、作り上げた法案が多いんですけれども、最大の法案がこの被災者支援法で、関係者が本当に毎日ですね、熱のこもった政府とやり取りをしながら、時には涙ぐむようなそういう努力を積み重ねて作り上げてきた画期的な法律です。この法律の持っている意味というのはますます輝いていると思います。原発の事故は世界で大きな事故は過去に福島以外で2つ起きています。一つは1979年のセリマイ、そして1986年のチェルノブイリです。いずれもこの事故を契機としてその社会が大きく変わりました。スリーマイルの事故では当時のカーター大統領が世界的なプルトニウムの管理の問題を大きな課題とし、またアメリカ国内でもプルトニウム管理から産業全体を変えていく、産業複合体の在り方を変えていくというところまで突き進みました。そしてチェルノブイリではソビエトという国家が消滅をしてしまいました。それに匹敵するぐらいの大きな事故であります、今回の事故。したがって日本社会が大きく変わるきっかけに私はなるだろうというふうに思っています。その第一歩がこの被災者支援法です。この法案に魂を入れられないような政治であるならば私は意味がない。そしてこの法案に本当に魂を入れることができるのならば、日本が大きく変わるきっかけにつながっていく、私はそう思っております。皆さんと一緒にこの法律に魂を入れるべく努力をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すみません、議連の会に入っていただいて、大臣の森雅子さんの理事に出なきゃいけないということですので、ちょっと先に副会長の前に挨拶させていただいてよろしいでしょうか。すみません、お願いいたします。申し訳ございません、森雅子でございます。この後ですね、福島県から山形県の方に母子で避難をしている方々と2時からお話を伺うことになっておりまして、途中で失礼ですか、お許しください。また先生方の前にご挨拶を機会いただいてありがとうございます。爆発をしてから5ヶ月後に
条文を書きました。私が書いた部分が子どもの救済の部分、そして民主党を中心とした先生方が書いてくださった被災者の支援の部分、その2つが合体をいたしまして、子ども被災者救済法支援法が出来上がりました。あのねじれ国会の中で、ここに座っている国会議員はみんな同志でございます。原発の被害から子どもたち、そして被災者を救おうという一心で、歴史上初めての全政党が発議者で、そして全国会議員が賛成ボタンを押すという画期的な成立をした法律です。まあ、できるまでに1年間かかって6月に成立をいたしましたけれども、まだ予算がついておりませんので、これから予算をつけて、そして法律を具体化をして、そして現場の皆さんに救済の手を差し伸べるということが大切でございます。どうぞ皆様方のご支援、そして叱咤激励をいただきますようにお願いを申し上げます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。森田国議員、よろしくお願いいたします。それでは公明党の加藤秀一議員もちょっと2時までということで、すいません、時間がないんですけれども、加藤秀一議員、よろしくお願いいたします。今森大臣の方から話がありました。当初森さんが出してきた法律とですね、公明党の法律っていうのはこれ束ねてセットで、自民党と公明党の党内、手続きを、経てきているわけなんですね。ですから関係の森さんの方は成立し、私どもの方はまだ、私どもというのはおかしい言い方なんですけど、残って、おります。それで、まあ、公明党が発案いたしましたが、最終的には共同提案として8会派で健康調査等の関係については提出しておりましたが、皆さんご承知のように昨年の国会の解散ということで、全ての法案が全部廃案になりましたので、来週国会が開かれる予定になっておりますので、冒頭に共同提案をさせていただきたいと思っております。まあ、中身はもうすでに、よくしておりますけども、やはり、法のもとに、平等で、なければいけないということと、国の責任をもうしっかり、明確にしなければいけない、まあ、そういう意味では国から見た場合の法定受託、委託義務と、そういう形に、していく必要があるだろう、まあ、そういうことで、どこにいたとしても被爆を受けた方は健康調査等を受ける権利が発生する、そして国の責任でやっていくと、まあ、そういう法律、実施法でございますので、具体的な展開がなされる内容になっていると私ども自負をしております。ともかく与党野党合わせてしっかりとこういう法案を通せれるように頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは副会長に選任されました田島かなめ先生、よろしくお願いします。すいません、田島かなめ議員、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。選挙の前はですね、与党の方でこの法案の関係、衆議院の方で取り組ませていただきました。現地の福島で本部長も昨年、一昨年やらせていただきました。あっという間のことでございます。まあ、総選挙でこれが足踏み状態になることは大変残念で、なりませんでしたが、幸い、国会に戻ってまいりましたので、もう一度ここでエンジンを入れ直してですね、皆さんと一緒になっていいものを作り上げていきたい。本当にお一人お一人の心配な中で暮らしをされている親子の皆様に支援が具体的に差し伸べられるような、そういうものにしていかなきゃいけないというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。福島さん、まだ時間大丈夫ですか？じゃあ最後に締めです、はい、お願いします、はい、じゃあ田島、田代さん、はい、お願いします。こちらからじゃ順番にお願いします。参議院議員の田代かなめと申します。よろしくお願いいたします。私全国比例の参議院議員なんですが、
県連は栃木県連出身の県に置いております。で日光とか那須とか福島と同じような状況なんだけども、やはり福島とどうしても栃木県だといろいろな面での不利な内容になっているような状況があるとか、あるいは福島の、まあ、ある方なんですが、夏休み、冬休み、いろんなところに移住すると、そういうことをやっている方々の一人がですね、お子さんがもうすでに6歳なんですが、初潮を迎えられたと、こういう状況、これは早熟という、なんか放射能を被爆した後の一つの、そういう症状が出るというようなものの一つに挙げられているんですが、もうすでにそういう状況が生まれていると、まあ、個別の問題だというようなことになってしまうような状況をしっかりと救済していくという具体的な運用のが必要だと思いますから、そういうしっかりですね、被災者の方の立場に立ったそういう実効性ある法律として育て上げていきたいと思います。皆さんと共に頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここから雅子、民主党の参議院議員の大河原雅子です。まあ、この3.11 の福島原発事故、まあ、原子力エネルギーが非倫理的なエネルギーということで、非常にショックを受けている方たちも多いと思いますが、国策として行われたこの原発の推進がこれだけ多くの国民を傷つけた、このことの責任はやはりしっかりと国に取らせるということで、超党派で作った法律に会長おっしゃったように魂を込める全力を尽くしたいと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。中島にすみません、お願いします。みんなの党の衆議院中島勝人でございます。私は深田議員と同じで、命を最優先にする社会の実現というところで、昨年末でございました衆議院選で初めて当選をさせていただきました。それまで職員は医師でございます。医師として、そして二十数年前にあったチェルノブイリで今何が起こっているか、そういったことを踏まえながらですね、子どもたちの未来を守るために今何をしなければならないのか、そのことをしっかりと考えながら、政治の道としてはまだ若いものではございますけれど、先輩方と共に、良い制度を実情に沿った形ばかりのものではない制度を作り上げるためにいっぱい努力してまいりたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。宮川君お願いいたします。ありがとうございます。自民党の衆議院議員宮川典子と申します。昨年末の衆議院選で初めて当選をさせていただきました。役員の名簿には幹事のところに名を連ねさせていただいてあります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私は前職が教師でございましたので、子どもたちの未来を考えるというのが政治の一番大切な仕事だというふうに思っております。私たち今中島お話になった中島議員と私山梨県の選出でありますけれども、近くには 浜岡原発がございます。非常に県内の親御さん皆さん敏感になっているところでありますけれども、今回のこの福島の第一原発の事故を私たちが政治の力として、また法律として乗り越えない限りには、日本の親子が抱えるこれからの不安を払拭することはできないと考えております。私もこの議連の一員として精一杯頑張りたいと思いますので、皆様からのご指導とまた率直なご意見をいただければと思います。本日ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すみません、2時までの予定でちょっと延長してしまって申し訳ありません。お二人、今村さんでしょ。今村さん、はい、よろしくお願いいたします。私も前職が医師でして、今回の子どもに対する放射能の影響というところはまだ未知数でありますから、非常に気になっているところですが、この法案によってそういう子どもたちの将来への不安というものを払拭できれば、これは何よりと思いますので、ぜひ、一議員としてですが、この法案に協力させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
すみません、お願いいたします。どうも、日本維新の会の中丸でございます。先日、日本維新の会では議員団と言いまして、現地の福島の視察に行かさせていただきました。皆さんがいかに大変な思いをされたか、これからどうしていくか、我々は、非常に新しい政党ではございますが、一般所信の皆様と一緒にお勉強させていただきまして、少しでもお役に立てるように、実際に心のケアも含め、何ができるかということを学ばせていただき、実践に結びつけてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは福島さんに今日の準備をしましたので、思う存分話を。いやもう時間です。ありがとうございます。今日議員連盟の発足ということで、本当に嬉しく思っています。とりわけ議員連盟の発足に尽力した河田隆平さんはじめ皆さんたちに心から感謝をしております。子ども被災者支援法自身が超党派でできました。ですからまさにこの超党派で全ての政党が入って、子ども被災者支援法を、司令塔として、またエンジン役として大いにここでドライブして動かしていく、実行を荒らしめる、ここがもちろんもっともっとたくさん他の方もいろんな場面があっていいんですが、議員連盟がとりわけ、子ども被災者支援法を動かしていく実行部隊になるように、みんなで力を合わせていきたいというふうに思っています。補正予算の中身や本予算の中身、基本方針をいいものに作ること、それに伴うさまざまな施策をどうするか、司令塔としてエンジン役として議員連盟が発展するように力を合わせていきましょう。一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なかったんですけれども、福島の岩城光秀参議院議員、自民党の顧問、それから平野達夫参議院議員、前の、復興大臣、前の復興大臣ですけれども、民主党の平野達夫参議院議員、それから渡辺良衆議院議員に顧問になっていただきました。そして会長に長谷博史衆議院議員と、新井聡衆議院議員、先ほど先にお帰りになりました。そして会長代理に新井博之参議院議員に就任いただくことになります。そして副会長に上野美智子参議院議員、田島かなめ参議院議員、益子照彦参議院議員、加藤秀一参議院議員、それから共産党の山下良樹参議院議員、照屋監督衆議院議員、船山康江参議院議員、幹事長に谷岡彦参議院議員、幹事に宮川典子衆議院議員、徳永恵里参議院議員、吉田泉衆議院議員、小熊慎二衆議院議員、大口義則衆議院議員、谷合正明衆参議院議員と、また渡辺隆夫参議院議員と、椎名武志衆議院議員、山田太郎参議院議員、さらに高橋千鶴子衆議院議員共産党、上智子参議院議員、安倍智子衆議院議員、そして私事務局長に河田隆平がなりまして、事務局次長に吉田忠智参議院議員ということで役員の体制になっておりますが、ぜひとも本当にまだ空席のところがありますので、ぜひ自選他選問わずこれは決めて、もっとですね、力を発揮できるような議連にしていきたいと思っています。で、今後の活動方針についてなんですが、これまだ固まってはいないんですけれども、まずはじめに大臣に対する申し入れ、これを議連としてやっていきたいと思います。基本方針を早く作るようにということで、この大臣申し入れの予定を入れさせていただきたいと思います。そしてこの基本方針が策定されたときにですね、この議連として声明を出していく、そしてさらにはこの施行された後のこの事業などの視察をしていくということを、この議連としてこれから継続してやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それで最後にちょっと今日資料を用意してから80部用意していたんですが、ちょっと足りなくなって申し訳ありません。資料でお持ちでない代理の出席の秘書さんたちには後ほどお届けいたしますので、それはこの旨お届けいたします。よろしくお願いいたします。それからこの市民の皆さんは今日公開で参加していただいてまして、立ち見も出ておりますけれども、ぜひともこの子ども被災者支援法のブログに、この今日のことをですね、掲載しますので、ぜひ実は先ほどの集会でも話が出ていましたように、実はこの子ども被災者支援法という法律自体がまだ多くの人に知られていないということがありまして、この法律をやっぱり知っていただいて政府を動かす力にしていくためには、ぜひ皆さんのブログなどでの発信が大変重要になってきますので、今日マスコミの方にもこのプレスリリースを出して、今日は IWJ も入っていまして、IWJ ってマスコミじゃないんですけども、IWJ も入ってまして、マスコミに、皆さんにもぜひ報道していただきたいと思っておりますが、ぜひ国民の皆さんにですね、この子ども被災者支援法をぜひ知ってもらうと
ということがまず第一歩かと思いますので、どうか皆さんの力添えをよろしくお願いします。それから今回新たに国会議員になっていただいた皆さんにもですね、この議連に加わっていただいた皆さんにも、子どもに対する支援法についてのよりもっとですね、勉強会などもしっかり検討していきたいというふうに思ってますので、ぜひ被災者の人たちの意見を聞く会などしっかり積極的に設けていただきたいと思いますので、また積極的に参加していただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。今日は本当に何か質問ありますか？何でも今日時間が来てしまっているんですが、どうしてもこれだけは今日言っておきたいという方おりましたら大丈夫でしょうか？はい、じゃあそういうことで、この議連をぜひ補足させていただきました、説明させていただきましたので、今後しっかりと議連として頑張っていきますように皆さんにお誓い申し上げます。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。